ていうか、怒って目をつぶしてるみたいな。うまい、もう、うまくなってきたんだよな。もうやだなんかね。とか言って、なんか横向いて目閉じてごまかしてましたけど。ずっとそれでもいられない。ずっと目閉じてる。やっぱ目開いて怒った方がね。そう、でも目が開けられないんですよ、でも眩しくて。辛いね。やっぱり、開けられな、いくなっちゃってんじゃないの、もう筋肉が落ちて。あ、そういうのもあるんですかね。思いっきり開けてみたら。おお。おお。なんで？金太郎したの？金太郎みたいになんないな、やっぱり。いや、金太郎みたいな変顔にならない。まぶた重いでしょ、でも。まあでも重たいですね。開いてないもん、全然今。そうなんですよ。で、ね、眩しいとやっぱ涙出ちゃうんで。ああ。そうなんですよ。ね、早く治るといいね。変わんないじゃん、先週とその。ティッシュを。ティッシュがどんどんここに溜まって。溜まる。触らないように、やっぱ一回、こう、ツンツンってやって。涙をね。そうそうそう、映さないようにと思って、そのティッシュの量がすごい。これでもでもマシです、全然。先週の方がもっとでもね。真っ赤っかだったんで、はい。それはとりあえず引いたんで、今もうちょっと後遺症みたいな感じですね。早く良くなると。本当に、本当に、全身健康体に早く。いや、もうそれはもう無理よ。無理な。うん、なんで無理な。やっぱもう年取ってきて、40過ぎたら無理。うん、もうどっかしらが悪く咳込んでるし、咳が止まんないから、ね、喉が咳が止まんないから、だから今日ついに、うん、日本放送のスタジオって、うん、掃除してますかって言っちゃったから。ハウスダストだね。で、俺ここに来ると咳が出るから、うん、もうだから東洋館でも出ないんだもん。東洋館でも出ないのが、ここだけすごい出るのが、うん、ちょっと大丈夫かなって思って。いや、東洋館よりこっちの方がやばいってこと？だったらやばくない？本当に。やばいと思う、多分。ね。まあ、そんなか、ここはやっぱ特に。東洋館に失礼だけど。まあ、そうですね。スタッフさんに。ここは特にやっぱこう密閉されてるから。確かにそうですね。空気の入れ替えもなかなかないで。でちょっと空気清浄機を久々に、ちょっとつけてもらいました。ここもじゃあ、ちょっと掃除してもらって。あった方がいいよ。ねありがとうございます。本番前に、ちょっと。ずっとだってね、マイナスにはなんないもん。こうしてるから。ずっとね、喉ね。そうそうそう。調子悪くて。でも、なんか、ごほごほして、病院も何回も行って、薬もいっぱい飲んで、良くならないっていうので、土屋さんが、でも分かったんだって言って、もうそういうおじさんになったんだなって、なんか、ね、自分で診断して。もう咳が止まらないおじさんっているじゃん。言ったじゃないですか、昔から。うえーって走って。そういうおじさんになった年なんだって。っていうだけなのかもしれないっていう謎の結論に。持ってたんだけど。治ることはないのかもしんないよ。うん、そうなんですかね。もうそういうもんなんじゃないの？持ってたんだけど、でもやっぱなんか東洋館で出なくて、ここだけ出るから、ちょっと一回空気清浄機とか、そうですね。できることは一応。掃除機かけたりとか、そうだよね。っていうのはしてもらったけどね。うん。だ喘息だって言われたから、もう病院でも。喉のあれかなと思っていろいろ言ったけども、やっぱアレルギー性だっていうことだったんで、それがもうね、再発しちゃったから、もう子供の頃なんで。自分で朝早く来て掃除すればいいんじゃないの、その掃除機。ね、それも大変じゃないですか、うん、まあでも15分ぐらい前に来てこうやって掃除機かけて、まあまあまあね、うん、多分 そのぐらいね、やっぱり大変だよね、本当ね、総務の人にやってもらう、自分ではやらない、うん、自分ではやらない、うんうん、強い意志を持って、そんな、うん、そんなに強い意志ではなくて申し訳ないけど、そうなの。それは自分の仕事ではない、ないのか。そうですね。総務の人がやってないってことかな、じゃあ普段あんまり。まあ生放送でね、ずっと収録とかいろいろ入ってるから、やってる期間が。やってるみたいだけどね。あ、そうなんだ。でも空気清浄機はちょっと今までしばらくなんか閉まってあったから、ちょっと出してもらう。空気清浄機なんか開けたけど、すごいなんか汚れてたよ、さっきみたいな。あ、そう、それもだから掃除してもらって。綺麗にしてもらって。あ、そう。まあ確かにね、この放送中あんまりうるさいから、ガーってできないから。なのかな、今この音は聞こえてないもんね、放送には。今ちょっとさっき静かも。すごいマックスにしてた。最初すごい放送前まではマックスにしてた。で、そのまま始まっちゃったから。あれは聞こえるよね、お客さん。聞こえてるのかな、聞こえてますよ。なんか耳からゴーって音はしてました。やっぱそうなんだ。あれで本当は行きたいでしょ、放送。まあね。ガンガンで行きたいけどね。まあ今ちょっと静かな音で。まあこれからそれでいいんじゃないの、少し収まればいいけどね。ね。本当にね。今のところは咳出てないですね。お、効果ありなのかな。ちょっと効果ありかもしれない。全然あると思う。なんか気持ち的にもなんかその、まあ確かに。後ろに常にこれがあるっていうのがいいのかもしれないね。ね。そうですね。まあ、してもいいけどね、別に。
ゼロになるってことは多分ないもんね。咳はね。まあそうだね。なるべく抑えたいでも。なるべく。聞きづらいだろうから、それはね。漫才の時は大丈夫なの？漫才の時も、そうだね。まあ、しばらくあの、な春雨つけてやってたけどね、うん。私も一時期やってました、それ。うん、春雨咳出ちゃうから。そうそう、咳出ちゃうから。上顎にね、出てたはずやつ。違う、全然やっぱり。全然違います。あと、まあ、お守りみたいな気持ちかもしれないですね。ちょっとあるよね、それもね。うん。あれがあると大丈夫だって。ポケットに一個あれがあるっていうと、あの収録の時も、うん、いざとなったらこれをっていうのがあるから。はい、ちょっとこう気持ちが落ち着くっていうのはあるかもしれない。昔なんかさ、そういうシール流行ったよね、子供の頃。エスパーシールって。何それ、初めて聞きました。エスパーシール流行んなかった？どこにつけるの？エスパーシールってなんか俺佐賀の、佐賀だけかな。エスパーシール、どこに口に入れるんですか？なんか、うん、まあピッペレキマみたいなやつなのかな、うん、エスパーシールをなんかすごい持ってる友達がいて、うんうん、どこに貼るんですか？なんかだから体のそういう調子悪いとこにそれや貼るみたいな、うん、ピップエレキ版みたいなことですね。かな、エスパーシールって出てこない？あ、そう、なんて、初めて聞いた。それで何効果あるの？なんか俺はやったことなかったけど、みんな友達とかやってて、なんだよそれとか言ってたけど、そいつ一人だけだったのかな、エスパーシール。聞いたことない。初めて聞きました。あ、聞いたことない、うん、ピップエレキ版とは違う。ピップエレキ版よりもっとちっちゃくて、うんうん、本当になんかこのぐらいの大きさの、うん、一円玉よりちっちゃい。ロイヒなんとかってやつじゃなくて？でもエスパーシールって言って、うん、なんか、結構持ってる友達多かったんだよね。どの辺がエスパーなの、それは。何なんだろうね。エスパーもしかしたら、あの、超能力みたいなことだよね、うん。おもちゃとかなのかな？健康器具じゃないのかな？なんか子供のおまじない的な、あ、でもエスパーシール。出てくる？エスパーシール。なんか、出てくる。8年の佐賀に入った。そんなピンポイントで。そんなピンポイントのもんだったらそれ知らないよ、俺は。言われても。うん。エスパーシール。うん、ですか、ね、昔ね、そういうのあったからね。あ、でも出てきました。出てくるでしょ？エスパーシール、うん。楽天で売ってます。売ってる？うん。ほら。どこに？やっぱりピッペレキバみたいなやつでしょ？うん、なんかシール。うん。なんか三角がなんかついてる。あ、そう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 、エスパーシール。これ、うん、なんかあれだね、うん、昔の紋章みたいだね、なんか。なんかね、それって健康器具だよね、やっぱりね。だと思いますけど、うん、なんか明るい生活って書いてある。なんか怪しい。怪しい。ちょっと怪しい。あんまりこうラジオとかで進めちゃいけないやつ。そうかもしれないですね。なんかわかんないけど。昔あったっていう話だからね、うん。そいつだけがなんか必死にルフしようとしてたのを、俺が、なんか必死に危ねえからやめてたのかな。うん、親とかになんかあんまりそういうのやめた方がいいよって言われた気がするもんね。子供ながらになんか察知したのかもしれない、ね。俺も欲しいんだけどとかって言って。ちょっと怪しいかもしれない。大丈夫かな。なかったことにしてもらいましょう。なかったことにしてもらいましょう。別に聞くとか言ってないですもんね。何も言ってない人があったっていうだけの話ですから。別に、そうそうそう。皆さんおすすめしてるわけじゃない。慌てて、はい。顎の裏に貼る飴はちゃんと効果ありますからね。うん、あれはまあちゃんと。あれすごいいいですよ。あれでだいぶ。ピタッとみたいな、ね。そう、口の中の乾燥も。それすごいよね。取れて、うん。で、全然喋るのに、なんか差し支えないんですよ。うん、そうそうそう、うんね。私も本番前にペッて貼って、うん、で、結構長持ちしますよね。で20分くらいいけるから。そうそう。だから漫才1本分ちょうど、いけるっていう感じ、うん。役者の人とかもやってそうだね。うん、そうですね。こういうパッてつけてね。出るでしょうね。喉がね。ね、ほんと大変だもんね。うん、そういう、だからほんと寸前の状態にはなかなかならない。うん、ならないですね。なんかなった時に忘れちゃうね。もう、うん、何日かはあるんでしょうけどね。なんかね、あるんだね。そうだから、うん、けどそれが、うん、それが分かんない。これが一番いいっていう。それ気づかない。うん、あんまり気づいてないかもしれないね。うん。うん、いつが一番良かったって言われてもあんまり分からないでしょ。そうですね。うん、自分の体で、うん。うん。それはだからもう常になんかどっか。うん、悪いからもうしょうがないよそれはそうですね、うん、目の状態も、はい、もうちょっとずつ、ね、うん、よくなるしかないから。そうですね、うん、でもなんかあの頭痛とかは、うん、痛み止め飲めば一旦治るじゃないですか、うん、この目っていうのが厄介なんだなってすごい思いました。だから咳も一時的にそのピタッとシールで止めるってことできますけど、うん、もう眩しいとかもどうにもならないんですよね。涙が出るとか。確かに
止め、なんかもう薬で止めることができないっていうのが本当にサングラスかけるぐらいしかない、ね、そうなんですよ、うん、だから一時的になんかそのペッてやったらパッてその5分だけでも治るみたいのがあったらなんかいいんですけど、そういうのがないのがなかなか厄介だなって、うん、そうだね、うん、そうだよね、はい、これ今眩しくないの？今眩しいです。サングラスしてもいいよ別に。いやいやまあまあ今日あれ関東に来るし、もういよいよもう本当サングラスしていいよ、はい、でもサングラスって自分のやつ持ってないんで、あらサングラスでも買っても、うん、ないの？なんかその夏さ旅行に行った時ちょっとさはしゃいで買ったやつとかないの？ないです。ケイちゃんないんだ。夏はしゃいだりしない人生でした。一回も、そう、はい、一回もない。だから家でなんか旦那が持ってる、うん、昔で多分旦那が多分それこそ夏はしゃいで買ったやつだと思うんですけど、うん、それをかけたらって言われて、うん、でどこ行ったかな。かけて。人はさ、やっぱ一回ぐらいさ、なんか南国とかで買って。これはもう、これはでもちょっと外に行ける感じじゃないですか。これめっちゃおもろいじゃん。いや、これちょっと外に行ける。西部警察みたいな。ボスじゃん、ボス。これはちょっと日常使いできないから、あ、ごめん、これは大丈夫だわって言って。やめたんですけど。これで放送してたら笑っちゃうけどな。いやでしょ。これはしてほしいな、ね、でも。ハリソン山中みたいだ。じゃあそうですね、もうごっつい、うん、めちゃくちゃごっついサングラスしか家になくて。うん、新しいの買うのもって思ったんですけど、あれはちょっとかけて、ちょっと普通に知らない人にも多分笑われるじゃないですか、電車とかの。そういうレベルのごっつさなので。キム・ジョン・イルっぽいしね。ね、観光客にいそうで、そうですね、外国の方が浮かれてしてる感じの、うん、超お金持ちの富豪のね、うん、外国の人って感じ。そうそう、だからこれしかなかったんで、うん、ちょっと今やめたんですけど、あ、スタジオ暗くしてもらうかちょっと。あ、いいよ、いいですか。全然いいよ、しょうがない。今日はそう、ね、どっちがいい、この状態と。あ、でもこっちの方が全然楽です、うん、楽。じゃあ、いや、ちょっと目治るまでこのぐらいのもんいいですか。すんぐ雰囲気出ちゃってます、うん。手元はちゃんと明るいし。うん。原稿は読めるから。助かります。これぐらいは全然楽です。外に出た時に、うん、光でサングラスになって、部屋になった時に、うん、俺そのメガネだよ、ずっと。もう、ただね、7年ぐらい使ってるけど。メガネかけてるんですよ、私。うん、だメガネの上からかけられるやつじゃなきゃダメなんですよ。あー、そっかそっか。ドが、でも、そのド付きのやつも売ってる。本当ですか？うん、ドツキの色味。レンズの問題だから。でもそれ作るのも、で、今視力も多分落ちてるんですよ。だから今しか本当に使わないものなんですよね。そうなっちゃうと。どう入れちゃうと。うん、そっか。な、あ、まあまあでも、ね、今後、別に。またなるかもしれない？いや、またなるかもしれないというか、別に眩しいの、うん、だって、目に良くないんだから、そもそも太陽の光が。まあまあ、そう、ね、そう。あ、そうかそうか。そのために売ってるわけだから、サングラスって。うん、そうそう。作るか。うん。やだなぁ。乗り気じゃないね。うん、いらないもの欲しくないんですよね。いや、安いサングラスを買うかですね、あとはもう。まあだから、その、うん、もう治ったら必要なくなるものだけど、うん、今、一番必要なもんじゃん。そうですね。ケイちゃんなんてもう。でも、なんか、近所でなんか、ママ友とかに甘いとか、うん、サングラスかけて。サングラスの偏見が強すぎる。目保護するやつだから、ね、ちょっと真逆に言いすぎてね、うん、そうそう、今まで一回もかけたことないですよ、人生で。浮かれてとか、うんうんうん、海行ってもかけたことないのに、うんうん、いや中野でちょっとサングラス急にかけてたら、あら、子供レビーカー引いて一時の母になってから初めてのサングラスってなるじゃないですか。いや、うん、もう太陽眩しいんだから、それも。まあね、うん、でも、ま、でも年々眩しくないですか。でも、もともと眩しいのに弱いんですよ。あの、私、あの、横断歩道の白の反射がいつもすごい辛くて。だから多分、もともと多分眩しいのには弱いんだと思うんですよ、ね。角膜の薄さとかにもよるよね。そうですね。眩しいがりとかさ。俺、うんうん、も外だって結構眩しいから、うん、こうやって目開けられないから、うんうん、外での撮影の時とか本当に目開けれないから大変なのよ。そうですよね。こうやってこうなっちゃうから、うん、目細めちゃうから、うん。子供の頃の写真とかもみんなこうなってる。なんかこう、眉間にしわ寄せてる感じになってるの、眩しいからね。でもそういう子供とか結構いっぱいいるからね。うん、やっぱちょっと弱いんですよね、そう、目が、ね。それをなんかサングラスかけると、うん、なんか調子こいてるなって思われるんだよ。そうなんですよね。でもそんなことないんですよね。うん、そんなことない。もう本当にサングラスしないと、うん、もう、ま、街歩けない人っていっぱいいるから。うん、もう偏見をなくそう、サングラスへの。うん、偏見をなくそう。偏見を。うん、帽子はかぶってんでしょ。あ、なんか保育園行くときとかはもう送る、うん、あ、朝がやっぱ特に辛いんですよ。寝て起きた朝日が。だから朝もう帽子かぶって行ってますけど、送るときは。それで、ね、なんかあのサンバイザーのこう全部顔隠すやつなんじゃん。めちゃくちゃおばさんじゃん。いますよね、たまに自転車乗ってるおばさん。まあなんかそう、おばさんとかじゃないの、もう、
機能が素晴らしいんだから。あれに優しければ、ね、あれも偏見か。もうサンバイザー。あんなの偏見だよ。だってサンバイザーおばさんっていうのも偏見。超いいでしょ、本当は。まあそうですね。一番いいですね。一番いいでしょ、うん、多分。だから、あれだったら、その、うん、調子に乗ってるとは思われない。そうです。確かに。そうグラさんの、あの、なんか、シャシャってる感はないよね。うんうん、ないないない。だから、シャシャってる感を取るか、うん、どうしたのかなーって。逆の方だよね。確かに。どうしたのかな心配、その、触れられない。急に。でも、好感度は落ちないで。あれ、あれ、確かに、確かに。そうそうそう。あ、そうですね。好感度は落ちない。うんうん、ああ、確かに、その方がまだいいかもしんない。そう。この、全面、フルフェイス。あ、でも、フルフェイスで、なんか、何、顔バレたくないのみたいな。ないね。ちょっと意識してさ、なんか顔刺されるのやばい。いないじゃん。あれ、あれやってる女優さんとかいないじゃん。別になんかこう、バレたくないからっつって、おしゃれでやってる人いないから。大丈夫かな、それは。そっちの方がいいかもしれないですね。うん、あとはアイブラックね、うん、こう、目の下にこう。あ、それも効果あんのかな、うん、あるらしいよ。あるんだ、普段やってる。佐藤輝明阪神の佐藤輝明やってるじゃん。そのスポーツ選手、森下と。外野手以外でいる、うん、誰やってる人。主婦で。外野、主婦で。デーゲームの外野以外でいる。内野だから。内野でもサードだからやってるよ、あれ。そうか、内野なの、うん。中野の主婦の、うん、でもいいですか、それしても。中野の主婦、うん、アイブラック。アイブラック。で、やることは全部やった方がいいって。今。早く直した方がいいんだから。早く直した。そんな恥ずかしいとか、うん、そんなのもう言ってられないんだから。でもそれするんだったらサングラスがいいな。アイブラックより、サングラスの方がいいですか？いや、いいです。いちいちね、あれね。せめてここキュッ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 ってやるんでしょ。肌にも悪そうだし。そうね。ちょっと、跡とかついたら嫌だしな。そっか、うん。そうだね。うん。まあ、じゃあサングラス。で、あんまり90円で安い。あんまり効果ないって言ってたじゃん。90円で。あんまりないらしいんだよね、あれ。アイブラック。あそこまで、あんな、あそこ真っ黒にしてまでやってるのに。要するに、効果ない。外国人の骨格は、こうやって頬が出てたりするから、結構レフ板みたいに眩しいから、日本人の平らなやつに、あんまりあれやっても意味がないっていう説が一番多いけど。骨格でね。うん、骨格によるらしいんですよね。ああ、そうなんだ。え、その、肌が白いから、飛び出して、あの、頬骨が出てるし、で、目が奥まってるし、白いからってことですか？あ、多分そうなんだ。そうなんだね。確かにそうだよね。面白い。鼻高い人は鼻から焼けていくみたいな、よく言うじゃないですか。なんかそういうのあるんじゃないの？ケイちゃんの頬骨全然出てない。めっちゃ笑ってじゃない。のっぴりして、超日本人顔のことめっちゃ笑ってるじゃないですか。全然全然全然アイブラックは一番面白いけど。アイブラックが一番面白い。じゃあ、サングラスして、下にしといて、うん、誰か知り合いに会った時に、ああ、どうもどうもって撮ったら、調子乗ってないってことになるっていうシステムにしますか。そう、そんだけ眩しいんだって。どうしたのあ、今ちょっと眩しくてさ、ごめんなさいって言って、うん、あ、そしたら調子乗ってるぐらいできるかもしれない。うんうんうん、そうだね。そうだね。やっぱり調子に乗ってると思われたくないっていうのはあるからね。まあありますね。どうしてもね。やっぱり日本人ありますから。日本人は。うん。ケイちゃんのサングラスも調子に乗ってるとはならないかもしれないけど、ね。あれ大丈夫ですか？逆にもう何しもしてない。逆にどうしたのかなってなるか。あのサングラス、さっきのだったら。そう。貫禄ありすぎて、あれは。まあそうだよな。来週は早く良くなったら。そうですね。でも先週よりはいいんで。ね、休むほどではないんですよ。ロケとかあったら大変だったでしょ。明日ちょっとそのロケ、あらロケなのかちょっと中なのか、まあ基本中だと思われるロケがあって、そのオープニングが外とかだったらちょっとしんどいなと思って、ね全然開かないんで外本当、ね。日陰でやってもらうしか、日陰でギリこれぐらいしか開かないんで、本当に日向は本当に開かないんですよ、もう目が。ほとんど目つぶって歩いてるんで。マスキングテープみたいな固定してこうやって開けるっていや、無理やり開けるのやばいって。やばいのかな開けるのモノマネの人みたいに。モノマネの人みたいに。もうこじ開けて。こじ開けるしかないんじゃない。瞬きできないってことだな、それはもうね、うん。そうですね。もうそれでやるしかないか。もう自分でこうやって開けるか。新しいキャラ。あの、サンドウィッチマン伊達さんが変顔するときにこうやってよくやる。そういう感じでずっとなんか、ちょけてオープニングとかやればいいんだよね。そういうタイプで。結婚してなんか新しいキャラを身につけようとしてるやつみたいな。いい女キャラをやめて、みたいな。急に。急に。まあ言うしかないよね。そうですね。もう騙し騙しやるしかないですね。誰とやりました、ロケ。多分一人だと思う。一人でやるな。じゃあ一人だったら無理じゃん。そうですね。外も。なんか髪の毛についての、なんか産後の髪の毛についての、うん、なんか抜け毛がひどいみたいなやつのロケなんですけど、なんか髪とかじゃなくて、情報ちっちゃうかもしれないですね。そんなことよりみたいな。それ、そうなりたくないから、どうしようと思って。早く
なる。はい、早く良くなるように頑張ります。本当だね。できること、はい。大変だよ。はい。メールが来てます。はい。山下さんです。うん。あ、ここで電車に関する情報が来ましたね。はい。はい、京浜急行によりますと、京急富岡駅で発生した人身事故の影響で、上大岡駅と金沢文庫駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。京浜急行によりますと運転再開は午後2時30分頃を見込んでいます。ご利用の方はご注意ください。電車に関する情報でした。はい、山下さん、大谷翔平50-50達成の可能性が見えてきました。昨日五十嵐亮太さんが自分は49ぐらいかと、優勝がかかってくるとチームの勝利を優先させるバッティングになるし、実は難しいのではと思っている、ね、うん、とコメントをしていましたが、うん、花さんは大谷翔平選手の 50-50 実現できると思いますか。うん、できます。お、今日47盗塁いきました。あ、そうなんですか。うん、6試合分に盗塁。そう、 50-50 はわかる、ケイちゃん。わかります。45-45まではなんかなんとなく分かってました。見てました。うん、で、その後、1試合で3回やったっていうのも見ました、ニュース。あ、すごいすごい。はい。うん、すげえって思いました。すごいよ。わかんないけど。うん、で、今いくつになったんですか ?46 ホームラン47盗塁。へぇ、残り試合あと20試合。あ、じゃあ絶対いけるじゃないですか、50、50。何試合かな。いけます、いけます。十何試合ただ、そこからが結構、うんうん、まあ、やっぱ優勝かかってくるから、うん、みんな、まあ、ホームランがまず勝負してくれるのかっていうのはあります。ああ、そういうことか。敬遠とかね。敬遠が増えてくる。敬遠も増えてくる。まあ、トップバッターだからね。盗塁も、ね、機会が減ってくるね。あ、いや、盗塁はいけるか。敬遠。敬遠、盗塁はいけるんじゃないかな。どっちが、47、後ろが盗塁ですか。そう、47盗塁。うん、すごいよ、これ、本当に。うんうん、すごい記録だよ、ほんと。こんなの達成したら、うん、今までないもん、うん、50本ホームラン打ちそうなのむちゃくちゃすごいけどね、うん、メジャーリーグで、うん、だからもう二刀流だけじゃないよね、言ったら、うん、まあその中どれくらい野球を細分化するかによるけれども、うん、ホームランと盗塁っていうのが、うん、なかなか一緒にできる人がいないわけだから、もうこれ三刀流って言ってもいいかもしれないですよ。そうだよね、一つのこう基準としてはね、うん、なんかもう足もめちゃくちゃ速い体型で、はい、ホームランめちゃめちゃ打てて、うん、ピッチャーで160キロ投げる体型ってあの体型以外無理だよな多分。背も高いですよね。背も高い、うん、あれよりやっぱちょっと体重増えちゃうと、そうでしょ、ね、パワーはついて も, パワーついても走れなくなる、うん、本当ゲームで自分が作ったさ嘘みたいな選手だよね、うん、そうそうそう、オール S みたいにさ、そうそうそう、下も下選手いるのよもう、うん、投げても170キロとかの、そうそうそういや、なんか一回作ってみたくなんだよね、うん、でもやってるうちに、うん、俺何やってんだろうと思うんだよ。そうそうそうこんなパラメータ自分で作った最強の選手 で、うん、完封試合とか、うん、完全試合とかやったとて、うん、これ何なんだろうって思う、ね、それは。ゲームやるときに、うん、何やってんだろうと思ったらもうね、全部やりたくなくなる。そういうことなんだよ。本当に、うん。膨大な時間を使うじゃない。うんうん、ゲームの時の時間って、はい。本当に思うよね。もう今あんまやってないけど、うん、大学生の時に、パワフルプロ野球っていうさ、うん、野球ゲームずっとやってたんだよ。うん、で、もう暇だからさ、うん、もう全部その大学の落ち研の選手の1番から9番まで、選手を夏休みずっと1ヶ月かけて作ったりしてたんだけどさ、うん、何やってんだろうなって思うもんね、今考えたら、ね。それで自分で選手を作って、うん、その選手と違うチームと戦うってことですか？そう、コンピューターのチームとただ戦うだけなんだけど、コロナの時にね、もうずっと家にいるでしょ、うん、で、仕事ももう全部休みになったりとかした時に、うん、ウィーレでやったね、うんうん、サッカー版ってことですか。サッカーでも全員作った、うんうん、選手全員作って、あ、日本のサッカー選手みたいなみたいな感じで、もうユニフォームから何からも全部作って、うんうん、消しゴムサッカーの選手でやった、そのなんかウォーズマンとか
を。ああ、作れるんだ。そう。逆輸入。それをもう人、人に擬人化して、もう顔とか、もう髪の色とかも。ああ、なるほどね。なんかウォーズマンっぽい人とかを作って、それでパラメーターをこう全部、全部消し坂でのウォーズマンの強さでやって、で、ナイレブン作って、あの、ワールドカップ優勝した後に、これ何やってんだろうって思ってた。優勝まで行ったんですね。優勝した。優勝した。すごい、おめでとうございます。一回、ね、筋肉マンから直でウィーニングイレブンじゃないとこがすごいよね。消し坂を通して、まるで自分が作ったかのようにウォーズマンを作ってるのもわけやからね。筋肉マンもいれば、ウルトラ怪獣もいればっていう、その世界、もう自分しかわからない世界で作ったからね。そういうのをやるよね。まだ本当に何もないと、時間があると。ゲームとかやるの？ゲームも全然人生でほとんどやったことないです。ファミコンとかがなかったんで家に、あのそういう機械、ゲームの機械が一つもなかったんで。コロナの本当に一番何にもなくなった、一応、とにかく時間だけがある時って何やってた？はい、マジで散歩してました。あ、散歩してた。旦那もこの仕事だから、仕事なくなるじゃないですか。だから、中野に住んでるんですけど、桜トラムなんとかっていう電車あるじゃないですか。日暮里のあたりから出てるやつ。あれに乗って、舎人公園まで行って、一旦。そこから家まで歩くとか。信じられない時間かかるんですよ。とにかく時間があるから。だけど家にずっといても楽しくないし、なんか体がなまるじゃないですか。だから今日はこの公園とか、今日はここに行ってみようとか、行き電車で行って、帰る吉祥寺からうちまで歩くとか、あの神田川沿い、神田川の源流があるんですよ、かあの吉祥寺に、そこから辿って、あの当時幡ヶ谷に住んでたんで、そこまで歩いて帰るとか、とにかくひたすら歩いて帰ってました。もう人ほとんどいなかったでしょ。いなかったです。まあだけど散歩、歩いてる人、外には結構まあまあこう散歩してる人とかはいたんで、あと2個先の大関まで行ってみようとか、そんな、そういう感じ。近くにあるのに。で、帰りに、もう1個のスーパーによって、あの別のスーパーとかによって、やっぱり大関の方が安いよとか、なんかそういう感じでした。本当にひたすら歩くっていう感じでしたね。と時間余ったもんね。時間しかなかったから。そうだよ。もう、癖になってまたやったりしないの、散歩。たまに行きたいなとか。あんまりないですけどね。その時は、まあそれはそれで楽しかったですけどね。二人で、はい。なんか喋んの？何喋んの？あ、なんか向こうが稽古してるのをただ聞いてるとか。ええ、二人で散歩中に稽古してるのか。めちゃくちゃしますよ。落語家さんがね、やっぱり今日歩きながらね、覚えしますけど、歩きながらの稽古が結構はかどるみたいで、あの、それをずっと、で、マスクしてるから、マスクしてない時は、その、なんかこう喋ってる風を装わないと変な人だと思われるじゃないですか。そうか、そうか、そうか。なんか、喧嘩してるみたいに、喧嘩口調の、ほら、江戸っ子みたいな口調の時とか、なんか、すごい怒られてる奥さんみたいに見られたら嫌だから、あーとかなんかリアクションしてるふりしなきゃいけない時もあるんですけど、マスクしてたから、当時は。だからもう、一人でずっと喋ってるのを、ただただ隣で聞いて歩いたりとかしてました。笑っちゃったりする？あ、でも何回も聞いてるから。まあね。稽古だしね。そうですね。上下に振るの？その、あれ。さすがに歩きながら首は振らないですね。危ないよね、前。いや、そう。上下に振っちゃったらこう。そんなに振るやつはバカすぎるじゃん。歩いてて。思ったように振らないんだ、こう。練習中はそんな振らないですよ。はい。なんでだろうね、歩きながら覚えるってみんな言うね。言いますね。なんで覚えられるのかね。でも作るのも、歩きながら作ってます。新作とか作るときは、ちょっと、あの、長旅に出ますとか言って。何ですかね、家でじっとしてると、なんか、やっぱ遊んじゃうんですかね、なんかいろいろ気になって、携帯いじったりとか。ああ、もしかしたら。芸人さんがさ、ネタ作るときとか覚えるときに、あんまり歩きながらって聞かないよね。みんな喫茶店とか、ファミレスとか行きますね。そうだよね。確かに、落語家さん多いって言いますね。落語家さんだけだよね、なんかね、そういうの言うの。あ、そうなんだ。全然覚える量ないもん。違うからか。不思議だよね。あと聞いたりもするからじゃないですか。人のやつを聞いて覚えたりするから、じゃあ一回ちょっと3回ぐらい聞いて、一回空でやってみようとか、そういうのがあるんじゃないですかね。わかんないけど。イヤホンも持って出かけたりするんで、よく。そうだよね。三面稽古とかあるでしょ？三面稽古とか。落語、三面稽古。本当にその教えてもらう師匠のところに行って、ね、3回で覚えなきゃいけないみたいな。うちはないみたいですけどね、そういうのはね、あんまり。やっぱ今の時代そんなに
ないのかもしれない。すごいシステムだよね。すごいですよね。3回聞いてやってみようって。ね、できないですよね。覚えなきゃいけないってことでしょ、うん、だから、芸協のね、寄席出た時とかに稽古部屋でやってるもんね。うんうん、ずっとやってる。たまに。こう師匠、うんうんうん、だから別に自分の師匠じゃない師匠にそうですよね、うん、お願いして、お願いして、だから自分のさ弟子がさ、うん、違う自分の得意な話をさ、うん、俺のとこに来ないでなんでこいつになったみたいな、あるんじゃないかなと思う。それをでも、うん、気にせず誰でも教えてもらいに行っていいっていうルールなんだもんね、うん、そうだよね、うん、不思議だよね。不思議ですよね。たまになんかこういう在地門で集まった時にね、うん、最近なんかお前覚えたのとかって言って、いや、なんとか師匠につけてもらいましたって。こういう雑誌も一瞬、うん、ああ、そうなんだ、みたいな。寂しそうな顔してる。思ってんのかな、うん、俺じゃないんだ、みたいな。思わんのかな、うん、やっぱファンじゃないの、うん、まあ、そっかそっか、みたいなさ。うんうんうん、わかんないもんね、落語界で。そこの話だったらこの師匠みたいなの。あれがわかんないもんね、なんかね。一回も来たことない人とかいるのかな。いや、いるです。いると思うよ。あ、そう。うん。弟子がいない方も多分いらっしゃいますよね。そうそうそう、全然いると思うよ。そっか。うん。めちゃくちゃいると思うよ。めちゃくちゃいるかな。うん。一回も。の方が多いんじゃないの。あ、そう。そうだよね。うん。うん、それもすごいよね。そうですね。うん。そうだね、落語の世界って。うん。すごいよね、落語の世界ってね。うん。うん、そういう風にした方がいいんじゃないかな、やっぱりね、うん、全部、ま、漫才も、うん、ま、漫才三面だから、いや、まあ、うん、全員共通のネタをまず一つ作る、あ、うん、古典みたいな、古典名、うん、一番最初に習うみたいな、まあ、こう見えても、こう見えても、もう解禁するよ、明日から。アナル解禁、アナル解禁、全員使っていいと。その中で誰の項目見えても、うん、を、三面言語で、誰がいい、三面もいらないだろ、項目で。俺が一番面白いから、俺の言い方が。覚えるのは、その三面もいらないですよ、それ。あ、でもそれお笑い養成所の授業であってもいいですけどね、みんなが同じネタするっていう。一つのボケの言い方で、こう、うんうん、ああ、なるほどね。一、うんうん、回ぐらいあっても良さそう。やってそうだね。行ってみて、ちょっと本も見えても。本も見えても。全然ダメです。行ってみて。本も見えても。あ、違います。本も見えても。いや、ちょっと。年季が違うから。やっぱ違うね、年季が。年季が違うから。あ、すいません。うん、簡単にできる。マインドがなってもう、マインドマインドの心の問題だと思う。どういうマインドですか？ん？その本当絵浮かんでる？あ、絵は浮かんでる。絵を浮かべるんだ。もちろん。肛門見えてもの。もう。え、それ肛門が見えてる絵を浮かべるんですか？そのどういう絵を浮かべる？まあ人によるでしょうけどね。うん。うん、ものすごく開いてる絵とか。何言ってる？開き加減とかは人による。人による。うん、ただやっぱり、見えちゃってるぐらいの、ちょっとこう、うん、そうだね。控えめの方でしょ、そう、そう、俺はそう、そう、そう。うん。時間です。ああ、すみません。もうこんな話はいい。失礼いたしました。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado,Let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! ネイツザラジオショー、本日もよろしくお願いいたしま す, お願いします。今日2時台にネットフリックスドラマ地面師たちの演技が話題になった、うん、摩天楼のアントニーさんが来てくれます、うん、そして皆さんからのメールを募集します。メールテーマはこちら。怖ー。先週花田さんが島田秀平さんと仕事をして怖い話を取り上げたところ、リスナーの皆さんから人コアガチホラーなど、いろんな怖い話をいただきました。今週もその続き、人コアでもガチホラーでもいいので怖ーと思ったエピソードを送ってください、はい。それを花さんが、コアホコ、コアホコ、コアバカ、うん、コアチ、コアパクと、ね、品評していきます。はい。ちょっとね、よ
か分かんないですけど、はい、ケイちゃん続きお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com X はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。火曜日は黄色のサインペンとなっております。メールには住所、本名、電話番号も忘れなく。はい、それではナイツラジオショー、この後3時30分までよろしくお願いします。お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いてもラジオで聞いてもラジコで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。日本放送ラジオリビングなら最新型エアコンが超お買い得。パナソニック2024年最新モデル空気清浄機能付きエアコンエオリア、標準工事費税込み79,900円から。お申し込みお届け返品については0120-1242-86 まで。おかげさまで開局70周年笑顔になあれ日本放送。防災一口メモ。地震が収まったらガス漏れがないか匂いを確認しましょう。安全が確認されるまでマッチやライターは禁物。換気扇や電気のスイッチも絶対に触らないようにしましょう。日本放送東島えりでした。そろそろ家の保証切り替えじゃない？自然災害にもしっかり備えないとな。でもお金かかるよね。国民共済コープの新スマイル共済なら手頃な掛け金で自然災害にも充実の保証。やっぱり新スマイル共済。国民共済コープ。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの松井さん、お願いします。はい、高速道路は東名高速道路の下りが大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは青梅トンネルで11キロ、八王子上石トンネルで5キロ渋滞しています。首都高速道路は三郷線の上りが加平を先頭に八潮南までの渋滞、6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで渋滞しています。一般道路は埼玉県の国道254号線の下りが川越市城下町に大型トラックが故障して止まっているため1キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松井でした。松井さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報2時25分です。いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は大東建託グループ、三和シャッター他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。ズーある時に私が乗ってたイタリアの車を中古車屋に持ってったんですよ。9万円ですって言われて、もういいやと思って売ったんですよ。新本次郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。翌週、うん、その店の前通りかかったら110万円で売られてました。すみません、先ほど失礼いたしました。ちょっとケイちゃんが、はい、あの石田さんがね、なんか持ってきてくれて、石田さんが外付けのサングラス、メガネにこうペッてくっつけるだけの、ね、また似合いすぎて、めっちゃ楽です。なんで持ってるの石田さん。買いに行ってくださったんじゃないですか。嘘、ね、やっぱケイちゃんのサングラス好きだわ。だから笑われるから嫌なんですよ、ね、ほらやっぱちゃんと笑われたじゃないですか。調子のテレビは見えない。まあ別に全然見えない。調子のテレビに見えない。全然好感度下がらない、うんうん。なんかそれもそれでなんかちょっとなんか。まあちょっと眩しいから、今はね。でもめっちゃ楽です。やらせてもらいましょう。もう全然違う。はい。それでは、この時間は月、はい、日替わり企画です、はい。今週は月一特別企画のこちら、三日月マンハッタン中峰のザ・お笑いクイズショー。火曜の月一準レギュラー三日月マンハッタン中峰くんです。よろしくお願いします。お願いします。いや、ただでさえ、はいはい、月一の10分ですから。そうですよ。サングラスで1分潰されると。すいません、出しろがこれにかけてるんですよ。失礼いたしました。野菜1グランプリ話しないよ。いやいや、してください。惜しかったっていう。惜しかった。トップバッターちょっとだったのに、うん、ね、
野菜は面白かったよ。だから、うん、トップバッターで出て、うん、花輪さん100点満点だって言ってくれたじゃないですか、うん、だかベルナルト確かに受けてましたけど、面白かった。あれはお笑い的に1位だっただけで、うん、野菜ワンとしてどうなのかっていうのは俺ずっと思ってます、うん、野菜ワンだけの1位で言えば三拍子、うん、あーこれまた本当にもう袋工事ですよこれは野菜いっぱい使ったからね、高評価だったけれども、そうですよそうですよ、ちょっとやっぱいや結構いけたかなと思ったんですよ、ね、面白かった面白かった、楽しかったです、でも楽しかったんで、なんかいろいろやってほしいですね本当に、野菜以外も、うんうん、なんかフォーマットができたんで、なるほど、なんか肉とか車とか、あの三ヶ月ヶ浜のフォーマットが、はい、あのフォーマットがってことでしょ、あそうですそうです、何でもできそう、途中でちょっと飽きちゃうんだよなあれ、なんかもう長いから長いからって、うん、いやいやいや、うん、もっと飽きるコンビいたでしょ、だいぶ持たせましたよ、3分間。じゃあ、お笑いクイズショー、うん、はい。はい、こちらのコーナー。どんなコーナーでしょう、うん、はい、こちらのコーナーはですね、うん、大のお笑いマニアの私、中峰が、お笑いに関するマニアックなクイズをお届けするというコーナーでございます。うん、今回もですね、お笑いクイズの前にデモンストレーションで、うん、ちゃんと普通の謎々考えてきました。うん、あ、お願いします。一問。普通の謎々。これオリジナル謎々なんで。やった。これ、使えるかどうかでお願いします。うん、問題。はい、調味料グランプリ、うん、4連覇中の調味料何？何それ？謎々です。謎々です、これは。4連覇？普通に答えてる、はい。調味料グランプリがあるわけじゃないです。本当にうまい。調味料グランプリがあるわけじゃないです。4連覇？はい。もうなんかうまいことになってる。そうです。あ、土屋さん。どうぞ。ブイヨン。正解！あ、ブイヨンね。ああ、なるほどね。だからブイヨン。ブイヨン。これどうですか？これオリジナルですよ。うん、あ、オリジナル、いい。いいですか？あ、よかった。じゃあ、こういうのちょっとね、こういうの考えつつ、やっていきますんで。では、お笑いクイズ参りましょう。もうすぐ、キングオブコントということで、今の時期。キングオブコントに関する問題を用意して参りました。では、問題。M1 でいうところのですね、うん、M1 って、うん、トリオで決勝行ってる人はいないんですよ、うん、今のところ、うん、そっか、キングオブコントには、うん、今までファイナリストにトリオは10組います、10組、うん、10組誰でしょうという問題でございます、トリオ、まあ、3人で力合わせて10組出せるか、全然いるでしょ、全然出なかったらヒントでどんどん出してください、うん、どんどん思いついたの、はい、まあ、花子いますね、はい、優勝してジャングルポケット、ジャングルポケットもいますね、GAG もいます、やだ、ヤダンもいますね。あ、全部出るかな、すごい。ジェラードン。あ、ジェラードンもいます。5。あと、ジェラードンみたいな。ネルソンズ。ジェラードンみたいな。俺がネルソンズだったら嫌な覚え方ですけど、正解、正解。そう。ネルソンズもそうですね。あと4組、こっからですね。あと4組？はい。3人組。結構前半、東京03。あ、素晴らしい。そうだ。その辺のもう、ド忘れ系もまだいますよ。ド忘れ系いるね。ロバートさん。あ、ロバート素晴らしい。あ、なんだ、優勝してるし。もうあと2組ですね。初期のキングオブコントに一組と、うん、最近、去年とかに一組ですね。去年さ、そう、そう、出たじゃん。そう、渡辺の。そう、ね、そう、なんだっけ。若い子たちね。若い子たち。来たよ、ここにも。エビシャ、エビシャじゃない。エビシャじゃない。エビシャじゃなくて、人の名前みたいな名前じゃなくて、モンキーみたいな名前。全モンキー。ああ、そうだ。全モンキー。9個出ました。あと一組。パーフェクト。初期？2、3回出てます。準優勝してます。上がった、鬼ヶ島。鬼ヶ島、正解！おー、すごい、出ましたね。出た。結構、すぐ出た。まあでも、やっぱり覚えてるよ。覚えてますね。覚えてる、覚えてる。面白い。いや、意外と難しかったヒント出そうと思ったんですけど、素晴らしい、レベルが高い。面白い。では、それを踏まえて、はい。問題。こんだけトリオ出てますけれども、今までの2008年から2023までのキングオブコント。トリオのファイナリストが一組もいない回、何回あったでしょう。これは一人一答でお願いします。何回、全何回って言ってましたっけ、8からなので、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、16回やってます。16回。はい。全16回中。ま、例えば第1回だったらロバートさんがいますし、去年だったら全モンキーとかヤダンが出てますし、もう一人一答ね。一人一答で早押しですね。はい、先に正解が出た方が。はい、花さん。私いいですか、はい。実はない。0回。はい。違います。そう、0回だったら気持ちよかったですね、はい、土屋さん。私は1だと思います。1回。はい。違います。違う。私、じゃあ決めます。はい。5! 5回違います。はい、正解は3回でした。刻めばよ。トリオなだけに。結構、あ、トリオなだけに。だけに3回というか。ありがたい。いいこと言ってくれるじゃないですか。ほとんどいるんだね、トリオはね。ほとんどいましたね。2010と、2012と2014だけ。で、2012に関しては夜更かしの会が、5人組で行ってるんで。そういうパターンもあるのか。はい。本当にコンビだけなのは2年しかないということか。今年どうなるのかというところですね。なるほど。じゃあ続いて、キングオブコントに関する問題。松本人志さんが審査員、15年からやってますけれども、最高得点が、
98点なんですね。一個のネタに対しては。うんうん、は一組にしか出てません。え、その一組は誰でしょうという。これはあれだったと思いますよ。あ、花輪さんどうぞ。もうなんで名前出てこねえんだよ。あ、じゃあ、ケイちゃん。ニャンコスター。あ、違います。ニャンコスターも高得点でしたね、あれ。違います。違うよ。あ、はい、土屋さん。ドブロック。ドブロックさん、違います。違うって。だから、でっかい二人、金ちゃんの。そうです、そうです、そうです。金ちゃんのコンビ。そうです、ビスケットブラザーズ。ビスケットブラザーズ。正解、あ、そう、98点。さすが、98点で、今のところ単独。そうだよね。98点はビスケットブラザーズしか出てないということでございますね。割と最近なんだよ、やっぱね。あ、時間が来てしまった。最後があったのに、最後、サングラスの話するから。地面ブイヨンがいならなかったね。ブイヨンはあんたがいい金沢さんの欲しいって言った。野菜ワングランプリはいらなかった。野菜ワングランプリはもうねだいぶ経ちましたけれどもね。何かお知らせはありますか。はい、今週の土曜日なんですけれども、9月の14日に急遽なんかライブをやることになりまして、渋谷のバグ地下で16時半から、三日月マット中峰のゲームランドという。あ、いいね。はい、なんか急遽僕がオリジナルゲームをやって遊ぶというゲームライブがありますので、ぜひよかったら来ていただきたいと思います。したということで、以上三日月マンハッタン中峰のザお笑いクイズショーでした。中峰君ありがとうございました。ありがとうございました。過払い金の確認は0120-10-10-10。ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方からの感想をご紹介します。私は息子の結婚式のためにカードで借金をし18年かけ完済。完済後夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが後日100万円を超える現金が戻ってきました。電話代はタダですし電話だけはした方がいいと思います。さあ、今すぐあなたも現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はあ、呆れた。お店によって、だいたい18万8千も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、あ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば、一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車高し。そう、車高しは、最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ、車高しで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で、焼肉お願いします。車たかし。過払い金の確認は0120-10-10-10。ここで中央事務所に電話をして現金を受け取った70代男性の感想をご紹介します。過払い金過払い金と CM ではよく聞いてましたが借りていたのも古い話だし毎回借りても5万円ぐらいだったし正直人事でした。だけどちょっと空いた時間にあればラッキーくらいの軽い気持ちで0120-10-10-10に確認の電話を。そしたらびっくり。45万円もの現金が入金されました。もっと早く電話すればよかったですね。自分が対象かわからなくても確認はタダですし、まずは試しに電話してみるのもありですね。もしも家族や友人にまだ電話をしていない人がいたら、簡単だからダメ元で、一度電話だけはしてみてーと言ってあげたいと思います。さあ今すぐあなたに現金がいくら戻るか0120-10-10-10 0120-10-10-10-10-10 でお気軽にご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、久米さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。はい、こんにちは。横浜32度、今日も暑いです。さて、京急電鉄からのお知らせです。品川、羽田、都心方面から三浦半島までの沿線を走る赤い電車の京急電鉄では、2階建てのオープントップバス、京急オープントップバス三浦を三崎口駅から運行しておりましたが、8月21日水曜日に運行を終了。拠点を新たに三浦海岸へと移し、車体とコースをリニューアルして今月5日木曜日から運行しています。
このバスは2階席の屋根がなく開放的な空間から三浦半島ならではの美しい景色を堪能いただけます。京急電鉄で発売している企画乗車券三崎マグロ切符をご利用の方は今月9月30日月曜日までの平日に限り半額で乗車できるキャンペーンを実施中です。詳しくはウェブサイトをご覧ください。以上、横浜のスタジオより久米知恵がお届けいたしました。久米さん、はい、今週のテーマもね、怖い話なんですけど。怖い話あります。まだ去年の夏なんですけれども、はい、トイレ張ってなんかすごい嫌な音がガカッというような嫌な音がして、でトイレから出てきてもなんかガカッガカッという音がすごくどんどん大きくなってきて、なんだろうと思ったら、セミが背中についていたっていう点が、でもっと怖かったのが、友達に取って取ってとか言ってるのに誰も取ってくれなかったっていうのがすごい怖かったです、ね、これは怖いな。なセミの話でした。ありがとうございました。セミの話でした。ありがとうございました。私、飯田浩司が本を書きました。陰謀論やフェイクニュース、レッテル貼りが増えて真実が見えづらい今、どのようにニュースや情報と向き合うべきか、公表されている事実や日々の取材をもとに書き下ろしました。 SB 新書から10月6日発売。わかりやすさを疑え、 Amazon 他で予約受付中です。時刻は1時53分です。続いて、東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク、後藤さん、お願いします。はい、お伝えします。東京電力は今日、福島第一原子力発電所2号機のデブリ、溶け落ちた核燃料の試験的取り出しを始めました。先月22日に準備作業を始めていましたが、パイプの並び順を誤る作業ミスが判明し、中断していました。今後2週間程度をかけ、格納容器内から少量を採取することを目指します。採取作業が行われるのは2011年3月の事故後初めてで、当初計画していた2021年から3年遅れでの着手となりました。また、国と東京電力はデブリの採取作業に着手したことを踏まえ、廃炉は工程表で最終段階にあたる第3期へと移行したと明らかにしました。次です。自民党の加藤勝信元官房長官が、あさって告示される党総裁選挙への立候補を正式に表明し、国民の所得倍増を最優先で推し進めるとし、実現のために国内外からの投資を拡大すると述べました。私が最も重要だと考えている最優先で推し進めたいことは、国民の所得倍増です。これ以上に重要な政策はありません。強い覚悟を持って、これに取り組み、国民の豊かな生活を必ず実現していかなければなりません。加藤氏は今日の会見で、給食費、子どもの医療費、それに出産費の負担をなくす3つのゼロを提唱したほか、自衛隊と緊急事態条項を明記する憲法改正を目指す考えも示しました。さて、北朝鮮メディアは、金正恩朝鮮労働党総書記が建国76年となる昨日、平壌の党中央委員会本部庁舎で今後の政策課題に関して演説し、核兵器を増産する方針を維持したと伝えました。ただ、偵察衛星の今年の打ち上げ計画には言及しなかったということです。金総書記は今年は3機の衛星を打ち上げると表明していましたが、5月に打ち上げた衛星運搬ロケットが空中で爆発していて、これが影響したとみられます。おしまいに、大相撲の関脇貴景勝が秋場所3日目の今日、首の痛みにより休場しました。貴景勝はこの秋場所で10勝以上を挙げることで一場所での大関復帰を目指していましたが、師匠の常盤山親方によりますと、再出場しないということで今場所で返り咲く可能性はなくなりました。貴景勝は場所前から稽古が十分にできず、初日から2連敗と精彩を欠いていました。この時間のニュースは以上です。後藤さん、ありがとうございました。野崎建築工業はあなたの住みたい家づくりを応援します。野崎のコンフォートシリーズは販売、施工、アフターサービスまで自社一貫体制でお住まいを提供。フリープランで叶える家族の夢、東武野田線鎌ヶ谷駅そば、
野崎建築工業。ナイツ、The Radio Show。はい、メール。はい、テーブルマナーさんです。はい。あ、ケイちゃんに、はい、明日のロケは、うん、一旦レディーガガガガスタイルで目の周りに目を描いて目を閉じていても開いてるようにして乗り切りましょう。 あ、 あ、 れ、ね、ありました。あれ画期的でしたね。一切触れなかったら視聴者もそういうものなのかなと思うと思います。目閉じてられる、うん、確かに、ね、でしかも私その眼鏡かけてるから、うん、なんかちょっと自然かもしれないですね、うん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 、あれぐらいにいけるかもしれない。逆に目開けた時変になるから絶対開けないようにするしかないですね。そうだね、そっちの方が大変じゃん。そう、難しい。眩しいとかじゃなくて、なんか1個さ、うん、1個なんか日程系だったらさ、うん、危ないデカのキャラを乗せてくれるとか、そういう風にしたらなんか舘ひろしさんみたいなさ、こうサングラスかけて、あ、サングラスのキャラね、うん、キャラみたいな感じで、その日1日、うん、フジテレビだったらいいとものこのタモさんとか、ね、あ、そうそう、なんかそういうキャラを、うん、あのでもテーマがその産後の抜け毛っていうその結構あのちゃんとした真面目なやつなんですよ。そうだね、余計な情報ないでみたいな、抜けないでからはいらない、抜けないでみたいな、こう抜けないでみたいな、泣かないでみたいな、間に合わない明日作家さん、うん、ちょっと間に合わないと思います。わけわかんなくなっちゃうからね。そうか、まだまだメールお待ちしております。2時からのゲストショーは摩天楼のアントニー君登場です。お客様に感動と安心を。ヨドバシカメラは広い売り場に豊富な品揃えと商品知識、冷蔵庫、洗濯機、テレビもスピード配達、カメラ、 AI パソコン、調理家電も豊富な品揃え。スマホのことはまずは相談カウンターへ。ネットでのお買い物も送料無料でスピード配達、消費税込み特価から 10% ポイント還元、お店でもネットでもヨドバシカメラ。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人に4人が給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。まずはあなたも対象かご確認を。この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。お電話は 0120-70-7000番、 70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ザ・ラジオショー、2時です。時刻は2時になりました。それではこの時間のお天気をお伝えしましょう。ケイちゃんお願いします。はい、ではお伝えします、うん、はい、関東地方今日の天気は晴れのち曇り。日本放送屋上の温度計は 31.8 度を指しています、うん、関東地方は晴れますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。皆さんかけたら外れそうだね。空模様の変化に気を配り、急に降る激しい雨や雷雨、突風などにご注意ください。最高気温は33度前後のところが多く、残暑が厳しいでしょう。湿度も高いため、なるべく涼しい場所で過ごし、熱中症にお気をつけください、うん、ただ汗をかくと目の下に描いた黒い模様が消えてしまいますので、皆さん油性で描くようにしてください。以上、天気予報でした。まだちょっと使いこなしてない、うん、そうですね、まあ、使いこなしてなくてもでも、ノラちゃんよりはうまいです、まあ、本当に、はい、この前ラジオが聞いてた時に、あの G1 のことをグラムって言ったら、聞きながら歩いててめっちゃ笑ったんですけど、笑ったでしょ、G1 のグラム1って競馬のね、そう、競馬のことを読み間違い、小文字で書いてあったからしいんで、いや、ちょっと面白すぎたな、あれグラム1、最高でした。まだまだ油断できないですから、最高でした。ノラちゃんはね、はい、4年目突入しても、はい、立っても、さあ、今日のメールが怖い話、はい、ということですよね、うん、あ、これじゃあ行きましょうか、うん、
ラジオネームモンさん、うん、昼休みに職場の休憩室で同僚たちとランチをしていた時、うん、同僚が誤ってフォークを落としてしまい、うん、晴れはどうかわかんないけど、やめてください、なんか怪しかったんで、ちょっとやめてください。なんかやっぱりさ、はい、エスパーシールなんか調べたらさ、うん、なんか創始者みたいのがさ、佐賀の人なんだよね、うん、だから全然聞いたことなかった。私も聞いたことないです。だから多分千葉から越した時に、うん、なんかエスパーシール知らないんだみたいに、うん、なんか言われて、そんなに流行ってたんだ。なんか流行ってたんだよ、とにかく。そうかもしれないですね。俺すごい今日腑に落ち、すっきりした、なんかそうだね、なんかやっぱそうなんだ、あれ、うん、何だったんだろうなって。広がっていかなかったんですかね、佐賀から先、ね、そうだよね、食い止めたんだね、なんか佐賀の人たちが佐賀の大人が食い止めた。子供はもう知らないから、そういうのもねすげえ流行ってたけど、流行ってたんだよ、やっぱり、うん、ね、いや、これはじゃあ、ひとこわ。ひとこわだね。はい、暗いくなったの、これ、さらに。なんか、さらに暗くなった気しますよね。しました？いやいや、変えてない。え？変えてない。さっきなんかちょっとふわっと暗くなった気して。太陽じゃない？あ、そうか、びっくりした。本当だ、ちょっと雲が。なんか全部怖くなって。怖いよ。こういうちょっと、エスパシールから。エスパシールから怖いよ。まだまだメールお待ちしております。この後、アントニー登場。申告を後回ししている方へ、ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800。 東京税理士会所属税理士法人。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お好きなアニメは FM93、AM1242。ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。預金残高を確認するくらいの軽い気持ちでお電話を。 0120-10-10-10-10-10-10。Welcome to the radio show. Guest show. Let's get started. さあ、この時間はザ・ゲストショーと題してお送りしていきます。2時台のゲスト、この方です。どうも、アントニーです。よろしくお願いします。ようこそ。お願いします。アントニーさん。嬉しいです。初めてじゃないですか、ラジオに来て。いや、そうです、そうです。初めてですね。初めてです、はい。ねえ。いや、もうほんと絶好調 W。いや。石川県の。絶対そっちじゃないですよ。自分で言うのもあれですけど。レギュラー。レギュラー、まあレギュラーですよ。ずっともう7年 MC やらせてもらってるんですけど。絶好調 W の話を聞いてた。絶好調 W の話をこんな日本放送の公共の電波に載せなくていいです。地面師の方、いや、ありがとうございます。まあ一応ね、嬉しいです。最高でした。ね、いや、ハマりました。もうめちゃくちゃ嬉しいです、本当に。面白すぎました。反響すごいでしょ。いや、反響は本当に、今までの14年何もしてなかったんじゃないかってぐらい、その初めて世に出たんじゃないかと勘違いするぐらい、デビューぐらいの感じ。デビューぐらいの感じで皆さんに言っていただきますね。ねえ。はい。やっぱその、上沼恵美子さんの番組に先日出させてもらって、うん、あの、釘付けって、うん、あの、高田純次さんとやられて、うん、で、上沼さんがもうめちゃくちゃ地面師ハマってて、うん、だから、指名で呼んでくれたんですよ。すごい。で、嬉しいわーってなって、上沼さんと今まで5回ぐらいお会いしたことあったんですけど、うん、その前の記憶はもう吹っ飛んでましたもんね。やっぱり。初めましてぐらいの感じ。最高やったーみたいな。やっと上沼さんが。やっと上沼さんが認めてくれた。認めてくれました。ありがたいです、本当に。もう、なんて言ってたの、もう、よかった。いや、もう最高やったら、もうあのチンピラ役、あんたしかできへんっつって、太鼓をなぜか押してくれました。ありがたいです。確かに。もうほとんどの人はもうみんな絶賛。いやもう 99%。99%。一人だけ。一人だけ。あの、ニッチェの近藤だけがあんまりって。なんで本当に、なんでニッチェの近藤なんかわかんないんだけど。江上だったらね、その、まあ、いろんなドラマ出てるから、そのね、わかるけど。私は。なんで、なんか、逆張りすんだよ。認めない指名士たちはあいつは。でも今までそのやっぱ結構先輩とか、うん、まあ同期後輩とかに、はい、いや見た最高だってみたいな、うん、結構言ってもらうんですけど、うん、唯一
ず一人だけあれ見てないんだよなって言ってたのが鈴木拓さんですね。変わってんね。ネットフリックス入ってないんだよなって言って入れよとっとと入れよ、うるせえな。で上沼さんにブチギレられてました。だからあんたおもんないねっつって上沼さんの前でそれを言ってた。上沼さんの前で言ってたんです。本当に見てないらしいです。本当に見てないの。本当に見てないらしいです。ネットフリックス入っとかなきゃダメだよ。そうですよね、やっぱいろいろそういうアマゾンとかさ、大抵いろんな映画あるから。はい、ね、でもすごいこう、はい、あのスケジュールとか大丈夫だった。それこそ絶好調ダブルがあるのに、いやいや石川行かなきゃいけないのに、いや、まあ、確かに僕毎週水曜日絶好調ダブルって番組で、まあ、毎週行かなきゃいけないでしょ。ゴールデン番組の司会やってんのよ。そう、石川ね、石川ね、ナイスさんにも来ていただいたことがある。まあ、ちょうど撮影したのが1年前ぐらいなんですけど、うん、その 3,4 ヶ月ぐらい前からなんかこうスケジュールを調整してもらって、うんうんうん、はい、全然レギュラーはできて、うん、なんかそれ以外の仕事が、まあ、ちょっとあんまりみたいな、まあ、その間はね、はいはいはい、そもそもなんでこう、うん、話が来たんですか。これが、うん、なんかほんといきなり、うん、そのまあ話いただいて、うん、まあそのまあ、こう結構よくあるあれなんですけど、うんうん、そのまあ、綾野さんと豊川さんのダブル主演で、うん、で、キャストが書いてあったんですよ。うん、リリー・フランキーさんとか、うん、まあ、大和浩司さんが、ピエール・タツさん、小池栄子さんとか、うん、で、下にアントニーって書いてあって、うん、はい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 、うん、ドッキリですね、と。もう、本当だ、絶対、もう絶対これは確定、うん、確定でドッキリだと思ったんですよ。うんうんうん、で、もうキャストやりすぎてるし、ここにアントニーおかしいし、浮きすぎてるし、ちょっと、しかもその、ドッキリもなんか、なんかもう新番組ぐらいの、ちょっと荒い、ノウハウのない番組がドッキリやってるんですよ。水曜日のダウンタウンだったらもうちょっと違うなとか、リアルだなとか、そう、ドッキリグランプリも違うなとか、本当のリアルなんだけど。いや、そうそう。ちょっとこれ。ドッキリもめちゃくちゃかけられてるから。そうそうですね。なんかドッキリっぽかった。でも瞬時に思ったんだ。メンバー的に見たら、ね、メンバー的に見て。入るわけないからね。で、マネージャーにも、うんみたいな。でも、まあ、その、なんか、ドッキリでしょっていうのをやぼうかと、うんうん。で、なんかその、衣装合わせと、うん、なんかまあ、ちょっと打ち合わせみたいな感じで、うんうん、で、まあ、大根監督とお会いしたんですよ、うん。で、スタッフさんいて、ちょっとおやおやというか、おやおや大人たちが、大根監督いるし、大根監督いるなと思って、で、顔にタトゥー入ってる役じゃないですか、うん、オロチが、ね。で、最初片方だけだったんですよ。うん、左側だけで、うん。で、それだけでも、うん、そのメイクの時に1時間かかると。うん、実際タトゥーアーティストの人に書いてもらうんで。で、監督がパッと見て、片方じゃダメだね。その反対側も入れようって言って、両方って言ったんですよ。だから毎回アントニー君は、2時間前に入ってって。なるほど。怪しいだろうと。その2時間前に毎回。だから、5時の撮影があったら、アントニー君は3時とか2時半になるみたいなことを、小野監督に言われて、なんかこれもなんかちょっと、その、僕を試そうとしてる、ドッキリかなんか、ドッキリの1個の仕掛けかなみたいな。なるほど。3時に入るわけないだろう。そうそうそう。って思ってたんですけど、やっぱ本番で綾野剛さん見たときに、うわ、これドッキリじゃねえ。やべえ、やべえ、いた。心いた。はい。でも今度ドッキリと思わなかったそこで。綾野剛さんいた時もう、綾野剛さんでまあ 90% で、まあやっぱ、トゥーカイズさん出てきた時に、もうちげえ、絶対ちげえ。そんなわけないもんね。やべえやべえやべえ。ドッキリで使われるわけないもんね。わけないっすね。完成してるけど、まだドッキリの可能性あるから。まだ残ってます。もういいです、ドッキリでも。もういいドッキリでもいい。もうドッキリでもいいです。嬉しいです。あんなにいい人だね。出れて、嘘だよって。もうだから。やっぱり脚本読んだ時に、はい、面白いってなった。あ、でもめちゃくちゃ面白いなってなって、その原作の小説も読ませてもらって。読んだんだ。はい、めっちゃ面白いけど、いや、でも本当にその自分でいいのかなが強すぎて、やっぱりその、役者の人も演技なんてほとんど僕も、したことない。ドラマとかは出たことなかったんだ。ちょこちょこあるんですけど、うん、まあ今まで一応、15回ぐらいはあるんですよ。うん、うん。でもちょっと面白パーツみたいな感じだったよね、どっちか言うと。そんなのが出たの？何の役で出たの？でも、7割ぐらいはもう役目ボブです。まあ、7割ボブです。違うドラマでしょ？全然違うドラマで。もうダメだろ。いや、だから、もう大体ボブで。大体ボブ。大体ボブです、本当。ボブ。はい、もうなんか、I'm hungry とか言うみたいな。わかりやすぎて、はい。端っこでチーズバーガーをこう食べておいてくださいとか。だから、ここまでがっつりまでもハマるんだもんね、そのパーツがね。それでやらせてもらってたんですけど。出番も多かったし。今回は、やっぱりそういうちょっとこの頭の、あんまり良くない、チンピラのね、はいはい、でも役でしたけど。体当たりでさ、結構。さ、北村さんに、はい。蹴りとか入れられたやん。いや、あの、リアル？リアルに、めちゃくちゃ痛かった。
そうなんだ。あれ全部やっぱそうなんだ。で、なんかその北村さんにちょっとやるけどごめんねみたいな手前で言ってもらって、あ、全然やってくださいって言ったんですけど、想像の3倍でした。想像、あ、結構マントにいたからいけるみたいな。あ、やっぱり、あ、演技じゃないんだと思って。すごいね。はい。本場はやっぱすごいんだね。はい、で、そのなんかその結構まあボコボコにされて、まあでもや取り直しがなんかもあるんで、まあだから最終的に本当その日は結構そのなんか痛いなみたいな、うん、痛いな感じで帰るんですけど、で北村さんが最後にまあでもこれでね、うん、その音とか入ってるすごいいい感じになるからって、うん、いやって言ってたんですけど、うん、いやそもそももう結構やってるよあなたとどう思いました。刺さなくてもいい、刺さなくてもちょっと抑えてたんでちょっとリアルでもいけるよみたいな、ね、っていう感じで、はい、いやいやいや、これでだからまたさ仕事増えるでしょ、もう話来てんじゃないの。えでもレンスはでも別に、その、ドラマとか、そういうことじゃなくて、なんか、普通に読んでもらうことがちょっと多くなりました。はい、はい、そっかそっかそっか。バラエティとかに、はい。そうだよね。緊張したでしょ、でも。めっちゃ緊張しました。豊川悦司さんの会ったことなかったでしょ？ないです、ないです、ないです、もう。その、交わることなかったです、僕の人生で。でも、その豊川さんにこう、挨拶してからは、その、まあ、一応、まあし、まあ、あんまネタバレになるとあれですけど、うん、ほとんど、その、天井向いて倒れてるだけだったんで。ああ、はい、そっか。豊川さんと会うとこはそうだね。あって、まあ、ちょっと、ありますけど。ああ、なるほど。はい。そうだね。あんまり。まだ見てない人もいるからね。いるからあれですけど、はい。もう、アントニーに、オロチにとっても雲の上の存在だよね。そうですね。はい。ハリソンは。ハリソンは、はい。逆にさ、あの、ホテルでさ、綾野剛さんがせっかくさ、はいはいはい。あの、ね、あの、バカでかい声で言っちゃダメだろう。いや、もう、恋人との思い出でね、いや、ほんが、南郷室の隣を、やっと撮ったってところで。あれさ、あそこで最悪だよ。お前最悪だったな、あそこ。いや、その、あの、考えなかったの、そういう。いや、ここまでそうですね、見る人がそこまで嫌悪感を抱くとは、さすがに考え、メインが。いやいやいや、ありがたいですけど、その、本当ありがたいんですけど、その、結構ダイレクトメッセージとかで、うん、いやいや、アントニーさんのこと結構好きだったんですけど、うん、失望しましたみたいな。結構、でその気持ちが入っちゃってるし、結構。入りすぎちゃって。入りすぎちゃってて。あそこで、綾野さんの邪魔したみたいな。はいはい。ああ、そっか。だからまあ、言うと、まあ、なんでとかっていうのはあれですけど、うんうんうん、まあ僕が、その、匠を、綾野剛さんを、まあ、裏切るみたいな、ね、あれじゃないですか、うん、匠を裏切るなんて、最低ですみたいな。うんうん、もうアントニーさんの出てる番組見ないですみたいな。もうそのありがたいね。ありがたいですけど、混同しちゃってる人が。どう考えてももう、黒幕はないもんね。黒幕はないっすね。ひっくり返るような。ひっくり返らないと思って安心して見れたもんね。そう。オロチだけは。オロチだけは。オロチだけはね。全員が意外とこいつずっと生きてるなって目線で見てますよね、多分。確かに。みんな他の人たちなんかこう裏を読み合って、ね、騙し合いみたいな中で、オロチだけが安心して見られるから。はい、いやありがたいです。そういう存在だもんね。オロチは好きだったよ。ああ、大好き。愛されると思うよ、でも。すごいよ。本当にありがたいです、もう。その監督には、はい、怒られたりしたんですか？やっぱりお芝居のことで。あ、いや、でも全然その、うん、指導はしてもらったんですけど、怒られたりとかは、全然、全然監督は優しいですね。そう。でも、うん、その、なんかやっぱ、綾野さんとか、うん、あの、まあ、豊川さんとか、こう、演技のディスカッションというか、うん、ここはこういう風にしようとか、ね、こうだねとか話し合ってるんですけど、うん、その輪には、やっぱ、一回も入れなかったです。もちろん。その入れないんだ。はい、僕はもう、5メートル離れたところに見てました。そこは脇前だ。脇前にました、さすがに。いや、もうそうだよね。もう、だってもう分からないですもん。そうだよね。で、やっぱ、本当にやっぱ、だから、そのオロチとは違いますけど、うん、僕もやっぱ、まあ、ポンコツなんで、うんうんうん、その、皆さんがこっちにしようみたいな感じになって、うん、そっちの演技に変わるじゃないですか。うん、やっぱ違い分からないですもん。やっぱりその、何が違うんだ、何が違う、はい、変わったっていうのは聞いたけど。聞いたけど、やっぱこっちの方がいいっすね、みたいな感じになってるけど、僕は気づいてないんで。はい。だからやっぱ、ああ、やっぱ俺ポンコツなんだなって思う。だからオロチにやっぱ合ってんだね。だまあ、ありがたいですよね。いや、でも、普通の人が見ても分からないような、でも変化を、一生懸命話し合って、やってたんだね。はい、細かいところ。なんか、僕と綾野さんがあのホテルで、走って、あのカードキー、あったで、あのシーンとかも、うん、結構あのさんが、うん、カードキーのタッチの仕方でこだわってみたいな、いや実際急いでたらこうはしないよねとか、はあ、かっこいい、もうね、そんなもう僕わからないですもん、すいやからやっぱこだわりがすごいっす、やっぱりもうやっぱ自分でその髪の調整とかも、うんうん、まあここはちょっと疲れてるからとか、うんうん、やっぱ表情とかも全部、うん、もう本当に細かい。へー。はい。す
すごい、はい、あこのシーンはちょっと髪乱れてた方がいいよねとか多分そういうのもずっと綾野さんが自分でそれを気づいて気づいてなんかその白髪の感じとかもはい、はーすげえそのいっぱいいるじゃん豪華な人はい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 その一人誰かさ、はい、見つけて喋ったりしないのなんかそういう待ち時間とかさあでも僕は緊張しないんだけど先輩ばっかりだったそうそうそう、うん、でもホスト役のカエデってホステルの、吉村海斗くんが、うんうん、僕昔映画で一緒になったことあったんですよ。はい。じゃあもうよかったね。もう二人で、端っこにずっと、俺ら出ていいのかな、みたいな。だからその、やっぱ吉村海斗の存在も、うん、その、ドッキリじゃない要素にだいぶ、うん、その僕に歩み寄ってきたんで、うん、俺らやっぱ浮いてますよね、みたいな、こと言ってくれたんで、うん、やっぱ二人ででも、そのまま頑張ろう、みたいな。で、試写があったんですよ。うんうんうん、その、まあ、完成したって、配信される1ヶ月前ぐらいに、はい、皆さん見に来てください、みたいな、うんうん。で、僕も、吉野海斗君も、綾野剛さんとかもいて、うんうん、で、1話見たときに、うん、もう面白すぎて、うん、こんな面白いんだってなって、うん、その、しかも大きいやっぱ、スクリーンで見てるんで、うわ、面白ってなって、僕も、その、まあ、海斗君も、うんうんもう2話以降、うん、自分たちが出てくるのが嫌になっちゃって。ああ、これを崩すんじゃないかと。そう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 です。もう1話が面白すぎて、もう自分たちがこの後出てくるのが辛いわってなって、うん、その、吉村海斗くんは自分が出てくる前に帰りましたね、試写で。もうちょっと僕見れないです。辛いです。みたいな。で、僕もその流れでちょっと、うんうん、確かになぁと思って。うんうんうんでもなんかその2話の段階で帰りづらかったんで、まあ、2話で出てくるんですけど、3話以降でなんか一回ちょっと休憩が挟むんですよ。うんうん、やっぱ長いんで。2話終わったタイミングで、ちょっと帰ろうかなと思ったんですよ。うんうん、やっぱなんかやっぱもう見れないなと思って、うんうん、結構大人数100人ぐらい裏方さんとかの前で見てるんで、うんうん、で帰ろうかなと思って、合間の休憩の時にトイレ行ったらちょうど綾野さんと一緒になって、うん、いやー絶対7話までアントニス一緒に見ましょうね。めちゃくちゃ面白いんで、これは、つって。うわ帰れねえ。帰れねえ。それ一気に7話で見ました。7話一社やるんだ。一社で、はい。全部見ました。すげえ。すげえ。はい。でもやっぱもう。おもろかったでしょ。いや、面白かったっすね。個人的に、まああんま言えないけども、どのシーンがやっぱ好きなの、シーンターンの。いやー、だから僕は、うん、まあでも、その、結構やっぱ、まあバイオレンスなシーンとか、やっぱり、うんうん、まあもちろんハリソンの竹下さん、うんうんあの、北村さんとのシーンも好きですし、ま、あとその、山本浩二さんの夜景のところでの、まあ、ちょっとね、ラジオであれですけど、やっぱ、あんな、あんな、勝ち起こって、その、男の上げた成果に、やっぱ女性が興味ないところ、見てみる、あそこが俺が男でした時だと、あれにやっぱ女子はあんまり興味ない感じが、なんかやっぱ、なんかやっぱ面白い、振り返ったら面白いなって。そういうシーンだもんね。はい。あと、これ結構僕、地面師見たって人にちょっと出してるクイズがあるんですけど。え、何？一個いいですか？いいよ。クイズやりたい。これも僕の独自のクイズなんですけど、はいはい、あの作品に出てる中で、一番どうしようもなくかわいそうな人が一人いるんですよ。誰だと思います？でも一番最初になりすましをした、はい、おじいちゃん。はいはいはい、はいうん。でもやっぱり自業自得じゃないですか。ちょっとは、こう、あまあ加担したというか。はい、犯罪に手を染めた。はい、っていう。はい、そっか。え、かわいそうな人。かわいそうな人。かわいそうな人が。本当にもう。かわいそうな人。みんな基本自業自得なんですよ。まあ、菅太郎さん。ああ。とか。まあ、不倫もしてたし。まあ、不倫もしてたし。はい、そうですね。全員やっぱ、まあ、リリー・フランキーさんも、まあ、警察なんですけど、やっぱ、まあ、二課なのに、ちょっと一課がやるような仕事にこうやったりとか、まあまあまあ、自業自得までいかないですけど、うん、はい、もう本当に救いようのなく答え聞いて、はい、知ってる役者さん？あ、知ってるというか、まあまあ、絶対わかります。絶対。絶対わかる、ね。絶対わかります。はい。誰だろうな。誰だろう。もう一番最初に、はい、もう、熊に殺された人。ハリソンと山に出かけて。第2位です。第2位です。あの人2位。あの人2位です。あの人2位。何も悪くないです。何も悪くないです。第2位です。1位がいる。1位がいますね。
1、まあ、こう、まあ、後半ですね。やや後半。やや後半。後半に出てくる、はい、だから山本浩二さんじゃないの？あと浩二さんは可哀想ですけど、やっぱりちょっとこう、攻めすぎたとか。まあそうだね。いろいろあるんですけど。甘ちゃんは？甘さんも、ね。せっかくさ、沖縄行ったのにさ、まあ、何にも知らないでそのまま帰ってきて可哀想だよ。でも、でもホスト遊びに、やっぱ興じてたから。そうですね。答え、いいですか、うんはい僕が空港から無理やり乗ったタクシーの運転手です。いや、もう、かわいそう、かわいそうすぎる。もうだってね、僕が後ろ、かわいそうだろ。僕が後ろから無理やりハンドル掴もうとして事故って。オロチもめちゃくちゃだよ、で、多分、本当に。見た CM です。僕、あ、そう。The Radio Show。さあ、ゲストに引き続き、アントニーさんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。クイズ面白かったね。あクイズ、いいね、地面師クイズ。かわいそうだった。いや、かわいそうすぎて、はい。後部座席のオロチが、うん、あの怪我ってことは、うん、運転手はおそらく、うん、亡くなってるんじゃないかって、うん、かわいそう。それはかわいそうだわ。第一位です、ね。それ第一位でした。はい、ねえ。すいません。すごいクイズだ。それ考えたの。これそうそうですね。これ考えました。はい。自分の中で、やっぱ3、4周してみて、うんうん、誰が一番かわいそうなんだろうって。かわいそうな人あんまりいないもんね。芯から、みんなやっぱ何かしら悪いよね。悪いですよ。欲をちょっと。で、いや、タクシーの運転手さんだなぁ、確かに。なるほどね。あの人のストーリーもね、もしかしたらやるかもしれないけどね。いや、それだけはやらないと思います。スピンオフ、そこだけは。ね、第2弾で。第2弾。やるかもしれませんけどもね。はい。ねえ、最初、コーナー参りましょうか。今日のスポットナイツ。はい。この時間、うん、ゲストが今一番気になる話題を伺っております。はい、ハマってることとか、はい、最近の、うん気になってることありますか？僕もハマってることが、はい、ポーカーにすごいハマってて。ポーカーで、要するに、はい、どこでやるの？うん、日本ではアミューズメントのポーカーできる、まあもちろんお金はかけれない、そういう、そうです、もう本当に、じゃなくて、本当にお金はかけ、もう絶対、絶対的に、本当に本当にいいじゃん、本当にいいやめてください。本当にやめてください。本当に本当にやめてください。いい曲やめてください。僕が1年目の時に使ってたギャグやめてください。あ、そうなんだ。はい。もう13年間封印してます。本当になんでポーカーにハマってんの？あ、これでも本当に、もう8年9年ぐらい前に友達に教えてもらって、うん、そこから好きだったんですけど、うん、で日本のアミューズメントとか海外行った時にカジノとかでやってたんですけど、うんうんうん、その4年前ぐらいに、うん、日本で大きい大会があるからって言われて誘われて行って、うん、そこにまあもう1000人以上の人がいて、うんうん、めちゃくちゃ大会が盛り上がってたんですよ。で、面白いなって思って、うん、そっからどんどんハマってって、うん、で、もう、ラスベガスに世界大会があって、それも絶対6月にはもう毎年、もう去年から行ってて。そう、見に行ってさ、何を見るの？あ、見るというか、大会に出てます。あ、出てんの？出てます、出てます。なんかね、クレイジージャーニーとかで。ああ、そうです、そうです。出た人とかいたよね。はい、木原さんっていう。木原さんってね、はい。あの人とかもすごいよね。あの人とかもすごいです。東大かなんか、なんか、ね、そうです、東大で、まあ、数学に強くて、で、ポーカープレイヤーになってラスベガスで優勝とかもしてるんですけど、うん、でも僕もハマって、うん、まあ、日本の大会とかも出て、うん、はい。で、一応今年優勝したんですよ。はい。日本で優勝したの？日本で優勝して500人ぐらいのトーナメントで。はい、すごくない？やっぱ頭使うでしょ、あ、頭、そう、そう、ね、使いますね。トーナメントっていうのは、はい、何人でやるの？一試合。一応もう、まあ、その、マックスのあれないんですけど、一テーブルは大体8人か9人で。うん、あ、結構いるね。で、そのテーブルが何十個とかあって、まあ、僕が優勝したトーナメントは500人ぐらいだったんですけど。うん、すげえな、はい。で、最初同じ量の、そのチップ、例えば5万点とかと渡されて、だからその5万点が最後の一人になるまで、うんうん、はい、もうどんどん取り合いでやってって、うん、はい、最後僕一人になって優勝した。やっぱり、ま、運もやっぱり4割ぐらいはあるかもしれないですね。でもやっぱポーカーっていうぐらいの、その、はい、読まれない。読まれない。こう、仕草とかは。はい。もう大事なんですけど、うん、もう現代においては確率とか、うん、やっぱこのシチュエーションはこういうのとか、まあ、このカードが残ってたら、はい、もうこれにかけようっていうのは分かってない。そうですね。やっぱ一応カードが出る確率、1枚のカードが出る確率も、数字にすると 2.2% なんで、そういうのとかも計算しながらとか。フラッシュを待つ確率と、ストレートを待つ確率全然違うみたいな、ね。そうです、そうです、そうです。要は。はい。得意技はあんの？なんか。
得意技とかはない、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 ここでなんか、僕がカード出して、アンジョリースペシャルだって言ったら、信じられないぐらい、しらけて、場合によっては出禁になるかもしれない。じゃあもう本当に試合会場はもうシーンとしてんの、はい、もうなんか。あ、まあ、結構シーンとしてるパターンもあるんですけど、まあ、MC がこう盛り上げてたりとか。MC がいる、はい。でもまあ、プレイヤーは結構真剣に静かにやってますね。嘘の顔したりとかするの、嬉しいのに悔しい顔したりとか、そういう、そういうのはあんましない。あ、でも、それはしないですね。やっぱそれをするのはあんまり良くないみたいな。良くないんだ。もうとにかく顔は動かす。ポーカーフェイスなんが一番。はい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 。やっぱり後輩とかで結構やってる、はい、芸人が、はい、多いよね。はい、今めっちゃ。吉本でもいるでしょ。今僕とも、うん、あのネルソンズの和田饅頭。和田饅頭。はい。もう毎日やってます。毎日やってるの。毎日やってます。毎日もうその、うん、今都内にアミューズメントでポーカーできるところがあって、うんうんうん、まあそこでやってますね。あと小籔さんもすごいハマってて。はい。めちゃくちゃ今いますね。外国はやっぱアメリカが強いな。まあアメリカがでも最近ヨーロッパもすごい、ヨーロッパ。賢い人やっぱ多くて、はい。ヨーロッパのプロたちが強いですね。やっぱりプロっていうのは優勝、賞金とかね、もう。ああ、まあ、賞金獲得とか、やっぱスポンサーとか、やっぱエントリーフィーが結構高いんで、はい。やっぱ自分でこう出るよりも、スポンサー募って出て、配当していくみたいなのが結構、海外のトッププロの。はい。じゃあちょっとやっぱり麻雀のこの前、プロの、はい、まあ岡田さん、ね、岡田さん来て、M リーグなんかね。はいはいはい。あるじゃないですか。はいはいはい。で、ポーカーもそういうのもあってもいいぐらい、いや、今面白いスポーツとして、ね。そうですね。もうマインドスポーツって言われてて、まあ多分いずれできるんじゃないかなってぐらい今盛り上がってますね。そうだったんだ。はい。知らなかったね。全然知らなかったね。本当に。もうそれじゃあ、あの、コンビはやってんの、待てんの。コンビはギリギリやってます。ギリギリ。非常にギリギリやってます。でもまあ、そうですね、2ヶ月に1回ライブやったりとか、うん、まあ、イベントとかライブとか営業とかは一緒に、うんうん、はい。元気、オートニーは、元気はちょっとやや少ないかもしれないですね。いやいや、結構普通に働いたりしてるよね。あ、そうなんですよ。だからダーツバーでバイトもして、なんか昼間もなんか広告代理店を手伝ってるとか言ってる、うん、そうなんだ。普通に働きますとか言ってたこの前。そう、そうなんですよ。見てないのかな、あいつ、地面師たち。絶対見てるよね。好きそうだよね。あの、本当に、あの、マジで配信された日ぐらいに、うん、もうその、されたと同時に見てないとおかしいぐらいのタイミングで、めちゃくちゃ面白かったって、LINE 来ました。いいやつだ。はい。かわいいやつだなと。かわいいやつだなって思いました。あ、そう、はい、そうですね。すごいね。お金はじゃあ優勝したら、いいね。いや、まあでも、うん、その、やっぱ結構日本でやっぱ優勝したんで、ちょっと調子乗って、うんうん、ラスベガスの世界大会行って、うん、ちょっと、はい。使っちゃった。4万ドルぐらい負けました。え ?4 万ドルっていくら ?600 万円。えぇ、ららららら。はい。えぇ、でも、はい、地面師たちもっともらってる。いやいや、そんな、な、そんなわけない。どう、ハイアンドロー、どっち？いや、それはもちろん、ローです、ローです。はい。はい。はい、どっちがロー？いや、それは、まあ、地面師が、はい。もちろん、それはもちろん。そんなことない。いや、それはもちろん、それはもちろん。それ言えないでしょうけどね。すごいなぁ。いやー、はい。で、その、まあ、なんか、獲得した、その、賞金とか、海外で、なんか、あの、出る場合、あの、なんか、援助します、みたいな、なんか、あるんですけど、それを使ったんですけど、やっぱ、めっちゃ負けて。いや、すごい。豪快ですね。でも、やっぱ、目標は、はい。世界大会で。やっぱラスベガスの世界大会で、優勝賞金、17億。17億、これを。桁違いじゃん、はい。本当に地面師の世界じゃん。地面師の世界です。そう、はい。M170 回分。これをなんとか。それ、和田まんじゅうも、キングオブコントどころじゃねえだからじゃないです。本当にキングオブコントどころじゃないですね。あの人だからやっぱ、ポーカーと出会ってから、俺面白くなくなってるって言ってました。まんじゅうも。はい。ちょっと痩せてきてる。ちょっと痩せてきてる。夢あるね。夢あります、夢あります、ね。でもちょっと届きそうに見えるぐらいな感じではあるんだ。やっぱ運の要素も強いですし、やっぱりある程度勉強したら、まあ17億の大会は結構まあ難しいかもしれないですけど、まあ1億とかは、ああ、そういう都会もあるんだ。まあ、はい。もうなんか将来、引っ越ししたいとかあるの？やりたいこととか、もう豪邸に住みたいとかさ。アントニーの夢として、いやでも本当にそのラスベガスの大会で優勝したいっていうのは夢かもしれない、夢なんだ、はい、あ、そっか、もうそこがマックスなんだ、そこが一回一旦、はい、あ、
そうですね。もうそうだよね。強くなるにはもう練習っていうかもうやるしかない、ね。練習とやっぱり今勉強するもそういうソフトがあって。勉強あるんだ。勉強があるんですよ。もうでみんなそのポーカーを実際にやるじゃなくて、うん、そのパソコンいじって勉強するもう座学っていうんですけど、それをして強くなろうとしてる人が。そんな世界だったんだ。はい。だからやっぱどうしてももう今日本で上手い人は東大生とか京大生が確率論とかね、もうそれ倒したいね、やっぱり倒したいですね。一回優勝してるから、オロチの役的には負け通しになる。バカな、ね、バカな役でいて、まあそうですね、バカなオールにしそうですもんね、オロチもういいよ全部かけるって言いそうですもん。さあということでお別れの時間ですけど、なんかお知らせありますか。いや、まあ絶好調ダブルって番組を、はい、石川県でやってるんで、で、TVer でも見れるんで、もしよかったら、結構意外と、うん、東京からいろんな方にゲスト来てもらったりとか、はい、いろんな多分地方ローカルとは思えないぐらい攻めたことやってるんで、生放送だもんね。生放送です。毎週水曜日夜8時。ね、はい。ね、8時ぐらいね。早く書いております。カメラの北村の大久保です。ただいまキャンペーン中です。出張査定で漏れなくクオカードをプレゼント。お電話は0120-157-999 157-999。出張買取はカメラの北村。関根勤です。最近スマホの文字がぼやけて見えづらくてね、文字を大きくするやり方調べたんだけど、その説明文がまたねぼやけて見えないんですよね。そこでプレミアムの一滴、年齢などによる疲れ目、目やりなどによるかすみ目に、 V ロートアクティブプレミアム第2類医薬品です。金の確認は0120-999。忙しくて時間がないあなたでも、過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか。昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか。毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか。5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ今すぐ過払い金の無料確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。あなたとハッピー、柿原忠です。那須恵理子です。自民党総裁選制するのはこの人だ。明日もスタジオ生登場、森永卓郎さんがズバリ予想でバットを振り抜きます。ゲストは伊藤蘭さんです。森永卓郎さんと会うんでしょうか。あなたとハッピーは明日の朝8時スタート。さあラジオリビング、箱崎みどりアナウンサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はリビングのジュエリー部門でダントツの人気を誇るダイヤモンドをご紹介するんですが、はい、今日のダイヤモンドは大きさ輝きともに格が違います。格が違います。もうね、圧巻ですよ。ダイヤモンドすごい大きさ、はい、すごい。松屋銀座外商部厳選超大粒2カラットまたは3カラットのダイヤモンドペンダントを今回驚くお値段でご紹介することができます。すごい、ゼロきました。今日お聞きのあなたはものすごく幸運です。ダイヤモンドはカラットが大きいほど価格が2倍3倍と跳ね上がっていくんですが、今回上半期決算だからこそ実現、白氷を踏む思いで出した最初で最後のお値段ということです。薄い氷を踏んでいただきました。今日は松屋銀座外商部のベテラン外商担当島上さんにスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。では今回のダイヤモンドの売りをお願いします。今回のダイヤモンドは永遠の輝きで有名なあのデビアスグループから直接原石を買い付けることが許された権利を持つ会社をサイトホルダーと言いますが、このサイトホルダーと交渉に交渉を重ね、松屋銀座外商部が独自のルートで買い付けたスペシャルプライスです。ここ数年、原石の高騰、地金価格の高騰、そして円安の三重苦でダイヤモンド価格が急上昇している中、
今回限られた数ではございますが、驚きの価格でご提供できることになりました。松屋銀座外商部の威信にかけて自信を持ってお勧めいたします。はい、あの電気安グループから直接買い付けってことですね。はい、その MC いらないこれはすごいことですよね。そうなんです。今ね、ケイさんにつけていただいてましたけれども、自分でも見たくて撮っちゃいました。そう、自撮りしてたね。自撮りしました。でかいね。でっか、マジで3がでかい。カジュアルにも合いますよ。いいや、でっかい3、すごいですね。本当に目立ちますよね。2だけ見たら2も大きい。やっぱ2も大きいですけどね。十分並べちゃうとやっぱり光り方が違う。やっぱり2も大きいから。しかもですね、ダイヤモンドの輝きを決めるカットにもこだわって、グッドカットを厳選しているだけあって、もうね、輝きが違いますよね。すごい。お買い得なこの機会をお聞き逃しなく。ではお値段です。松屋銀座外商部厳選超大粒ダイヤモンドペンダント、2カラットはリビング調査で180万円で売られているところもある中、税込み59万8000円。この大きさで59万8000円です。そうなの。そしてめったにお目にかかることができない3カラットのダイヤモンド、でかい。もうリビング、そう、リビング調査だと300万円以上で売られているんですが、それがなんと100万円を切って税込み99万8000円です。すごい。これ100万しないの。そうですよ。もうこれなんか安く感じるよね。感じる。この大きさ見たらね。そうなんですよ。100万円でも安く感じるよ。はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 までお電話ください。もう最大のポイントはトリプルチェックを行った厳選されたダイヤモンドだということです。まずサイトホルダーが自社でチェック、さらに国内の鑑定機関がダイヤモンドの品質をチェック、そして松屋銀座が最終チェックを行った厳選されたダイヤモンド、鑑定書もお付けしています。ダイヤモンドの値段は今後も上昇し続けると専門家は言っていますね。ダイヤモンド詳しくていらっしゃる。で、次に同じダイヤモンドを今日と同じお値段ではご紹介できない。ぜひね、憧れのダイヤモンドを手に入れてください。松屋銀座外商部厳選超大粒ダイヤモンドペンダント、2カラットはリビング調査で180万円で売られているお店もある中、税込み59万8000円。2カラットもすごいね。すごいですよ。そして3カラットは税込み99万8000円です。すごい。はい、こちら同じお値段でリングもございます。関東1都6県は送料込み、お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 までどうぞ。箱崎みどりアナウンサー、ありがとうございました。島上さんもありがとうございました。ベリーベスト法律事務所より大切なお知らせです。建設現場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。対象は大工だけでなく、内装、電気工、吹き付け工、左官、配管工、解体工、現場監督など、さらに現場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。特に中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。大体の職歴と病状が分かれば、あなたがいくらもらえるのか無料で確認できます。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ただ見るだけもうっとり楽しくほがらかに、自然首都只見は心も体も美しくなる桃源郷。春の山菜、夏の虫捕り、秋は紅葉、冬は雪、絶景があなたを待っています。福島県只見町。松任谷由実です。開局70周年、笑顔になあれ、日本放送。ラジオビバリーヒルズ、乾きみこです。翔太さん、水曜ビバリーに歌手の岩佐美咲さん登場です。新曲のタイトルがマッチ。恋の火がついたり消えたりする、そういうことではないかとは考えられます。明日水曜11時半、ラジオビバリーヒルズは。岩佐美咲さんだよ。あなたのきっかけ教えてもらいましょう。この時間は、
きっかけコミュニティがお送りします。日本放送ザ・ラジオショーデイリースペシャル。毎週火曜日のこの時間はこちらです。あなたのきっかけ教えてもらいましょう。産経新聞が作ったインターネット上のファンコミュニティきっかけ。コミュニティの登録者と様々な話題を話すことで毎日が楽しくなったり世界が少し広がったりするようなきっかけを一緒に見つけていけるウェブサイトです。このコーナーではそのコミュニティサイトきっかけに引っ掛けてリスナーのあなたから様々なきっかけを募集しています。今週は自分成長したなぁと思ったきっかけを送ってもらってます。番組メールとともにコミュニティサイトきっかけ内でも皆さんのエピソードを募集してます。早速ご紹介していきましょう。ケイちゃんお願いします。はい、ではきっかけコミュニティをいただきました、はい、いちごの小春さんです、はい、仕事で新人の時はか弱くて大きな荷物を持ち上げられなかったけど日に日に仕事で鍛えられて腕の筋肉もたくましくなった時自分が成長したなと思いました。うん、筋トレになってんだ ね、 ね、そうですね。うん、大きな荷物ね。そうですね、まあ、私も子供生まれたばっかりの時、うん、ちょっと腱鞘炎みたいになって、うん、これからもっと大きくなって大丈夫かなと思ったけど今全然平気ですもんね。あ、そう、うん、鍛えられた、ね、鍛えられたんだと思います、うん、あ、そうかもな。日々ね、うん、鍛えてるつもりなくても、うん、そうだね、うん、鍛えられていくんでしょうね、多分ね、うん、そうだよね、うん、続きましてこちらもきっかけコミュニティより柴犬子さんです。私は洋服屋さんで店員さんに声をかけられるのが苦手なのですが、以前は声をかけられたら分かりやすく顔に出てしまい店員さんを避けたり本当に嫌な時は買い物を諦めてお店を出てしまっていました。でも最近は嫌だなと思っても顔は笑いつつゆっくり見させてもらいますとうまくかわせるようになりました。そんな時はちょっと成長したなと思います。すごい、おー、すごい。でも店員さんも言われた方がいいかもしれないですね。あ、そう、あ、もうあの大丈夫なんでって言われた方がいい、よくないですか。嫌だなって思いながらずっと怒られてるよりは、うんうん、でもなかなか言えないよね。これさ、まあ、何年も前からさ、うん、こういう話になるじゃんラジオで、はいはい、なんで店員声かけるんだろうね。だからやっぱ声かけた方が売れるんじゃないですか。売れるってことなのか、うん、だって多分嫌な人が多いってことはもうさすがに分かってると思うんですよね、向こうも。で、向こうだって多分個人的にはやりたくないんだろうけど、うんうん、ね、でもやりたくはないですよ ね、 ね、でもやっぱ声かけられたら、あの、そうですね、ついつい買っちゃうって人が多いんだよね、うん、だから多分 そこ以外なくないですか、うん、やっぱりちょっとでも困った顔しちゃってるから助けたいと思っちゃうのかな、店員さんも。そんなこともないのかな。売上げじゃないですか。売上げかな、やっぱり。うん、なんかすっごい時間ない時とかは俺逆に来てほしいなと思う時あるけどね。早く買いたい時とか。あ、もう絶対買うって決めてる時は、ね、あ、絶対買うって決めてる時、聞くことがあればね。そうそうそう、物を探して、うん、どこですかって聞くと、そう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 、そういう時に限っていないよ。わかります。そういう時に限っていない。いない、そう、探してればいないっていう、買いなくてどこ置いたんだよみたいなね。ね、話しかけてこないタイプのファストファッション系の方が私は好きなんですよ。話しかけてこないから、うんうん、でも話しかけてこないようなところの店員さんは大体感じ悪いですね、うん、そのフィッティングルームとか行っても なんて言うんですか、はい、どうぞ、でこれってサイズとか言っても、うん、はいみたいな。大体やっぱやる気ないですね。やっぱアパレルの仕事をしたくて、やっぱりよりやりたいとか、素敵な服で皆さんを素敵にしたいってこう強い思いがあるから、やっぱそういう行動に、どっちがいいのかなっていうところではありますね。普段話しかけてくるのに、こっちが行ったら態度悪かったら最悪だよね。最悪です。一番最悪ですね。意味わかんない。意味わかんないですね。さあ、ラジオネームウォッチャーさんです、はい、私はここ数年で以前より自炊をするようになりました、うん、その中で成長したのを感じたのは初めて人参を1本使い切った時です、うん、カレーぐらいしか作れなかった時は中途半端に残った食材をどうしていいか分からずほったらかしにしてるうちに忘れ去り、うん、冷蔵庫の奥から無残な姿で発見されることがしょっちゅうありました、うん、レシピサイトを見ていろんなレシピに挑戦しながら初めて人参1本使い切った時材料を残さず使い切ることに達成感を感じました。なるほど。それがきっかけで料理の楽しさを知り今では一人でキャベツ一玉や1キロ以上まとめ売りのお肉も使い切れるようになりました。本当に人参ってそうなんだよな。こういう視点はあるかもね。料理の上達でね、なんかこう食材を一つ使い切るっていうね。こんなに減らないんだと思ったもんな初めて。人参、うん、
そうなの、人参すぐなくなるな。カレー作る時に買うぐらいだったけどね、一人暮らしの時は。うちはソースがなくならないですね。揚げ物あんまりしないから、うん、ソースだからちっちゃいのにしないと、うん、ずーっとありますね。なく使い切れない、もったいないね、賞味期限とか来ちゃったらね。確かに、そうなんです。調味料は結構多いですね、使い切れないやつ。さあ、ということで来週もリスナーのきっかけエピソードを紹介していきます。来週のテーマも自分成長したなと思ったきっかけです。皆さんのきっかけとエピソードを書いて番組までメールをください。受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com 件名にきっかけと書いて送ってください。そしてコミュニティサイトきっかけ内でも皆さんのエピソードを募集しています。まずきっかけコミュニティと検索をします。トップページの中にあるあなたのきっかけ教えてもらいましょうのパートから投稿大募集と書かれた最新の投稿テーマをクリックしてコメントするから投稿できます。ナイツザラジオショーのロゴが目印です。なお、投稿にはきっかけへの会員登録が必要です。このコーナーでメール、投稿が採用された方には番組ステッカーときっかけオリジナルグッズの付箋をセットにしてプレゼントいたします。以上、あなたのきっかけ教えてもらいましょうでした。はぁ、なんかつまんないなぁ。ここ数年で人とのつながりも減ってしまったし。そんなある日、とあるコミュニティサイトで普段感じてることをつぶやいたら共感してくれる人がいた。嬉しかった。他のユーザーと意見交換していろんな価値観があると知った。自分のコメントが新聞に採用されたらもっと共感の輪が広がった。参加企業のイベントも体験した。そうしたらいつの間にか社会の出来事にアンテナを張るようになっていた。一つので私の毎日が生き生き動き出してきた。最近かなり楽しいかも。そんな思いを生むきっかけになりたくて、産経新聞社のコミュニティきっかけ登録は無料です。詳しくはきっかけコミュニティで検索。あなたのきっかけ教えてもらいましょう。この時間はきっかけコミュニティがお送りしました。時刻は2時53分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク後藤さん、お願いします。はい、お伝えします。政府は今日の閣議で、漢字表記だけの戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法を来年5月に施行すると決めました。読み仮名の記載は行政のデジタル化に合わせた取り組みで、今後はマイナンバーカードの氏名のローマ字表記にも活用されます。施行に合わせて各市区町村は、住民に読み仮名を通知するなどし登録作業を進めます。政府は施行から1年以内におおむね作業を完了させたい考えです。パナソニックホールディングスは今日オリンピック・パラリンピックのワールドワイド公式パートナー契約を更新しないと発表しました。契約は IOC 国際オリンピック委員会と結んでいるもので、パナソニックホールディングスは更新しないのは経営環境などが変化する中、支援のあり方を検討した結果だとしています。パナソニックグループは1987年からオリンピックの公式パートナーを務め、2014年からはパラリンピックにも加わっていました。さて、川崎市幸区で団地の部屋のすだれに火をつけたとしてこの団地に住む男が今日逮捕されました。放火の疑いで逮捕されたのは川崎市幸区河原町の無職宮川亮斗容疑者28歳です。警察の調べによりますと、宮川容疑者は先月23日午前1時半ごろ、川崎市幸区河原町にある団地で60代の女性の部屋に取り付けられていたすだれに火をつけ、すだれとプランターを焼いた疑いが持たれています。調べに対し宮川容疑者は容疑を認めているということです。なお、この団地では先月以降に合わせて3件の放火とみられる火事が起きていて、警察が関連を調べています。おしまいに、オーストラリアのアルバニージー首相は今日、子供がインスタグラムや TikTok といった SNS を利用することを禁止する法案を年内に提出すると発表しました。対象となる年齢は14歳未満を軸に調整するとみられています。
SNS は便利さの一方で弊害も指摘されていて、アルバニージー首相は、我々は SNS が社会的害悪をもたらし、子どもたちを本当の友達や真実の体験から遠ざけていることを知っていると述べ、規制の必要性を訴えました。SNS の利用に年齢制限をかける動きは、アメリカの一部の州やヨーロッパで進んでいます。この時間のニュースは以上です。後藤さんでした。ありがとうございました。アツラジ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は、心も打つ楽しさを三陽、大分麦焼酎、二階堂、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。ナイツ、The Radio Show。怖い話、怖い話、うん、いいですか、はい、ラジオネームアクアフェリオさんです、うん、酔っ払って居間の床で寝ていたらガサガサとものすごい音がして目が覚めました、うん、耳に違和感を感じたので首を傾けて頭をトントンすると耳からポロッと雲が出てきました。なんだろうね、怖いよ、入ってたの、怖い、何年経っても、うん、怖い、ちょっとした虫怖いよ。ちょっとした虫怖い。怖いよね。やっぱり虫。なんで雲が入るの？酔っ払ってなんどこでどこで持ってきたのかな雲。どこでしょうね。どうだろうね。結構奥に入っちゃってたのかな。そういうことなんですかね。ただね。やだ怖い。雲の巣とかちょっと巣張ってんじゃないの？怖い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 。ああ、とりあえず立った。ちょっと聞こえづらくなっちゃって。気持ち悪い。これ何コア、コア、コア何キモ、コアキモ。キモ、コアキモ。コアキモか。うん、コアキモ。コアキモ。うん、そう。あ、コアキモですね。これもいいですか？いいよ。ラジオネーム酒飲み子さんです。うん、姑の話なんですが、うん、いきなり電話をかけてきて、今から言うことはほんまのほんまのことやから聞いといてな、と言われ、何ですか？と私が言うと、私な、あんたのこと世界一嫌いやねん。ガチャンと電話を切られました。めっちゃ怖かったです。怖っ。もう怖すぎる。一コア十。一コア十。もう行き切った。めちゃくちゃ怖い、ね。何年目だろう結婚。なんだろうね。何年目にこれ急に言われたんだ。結構経ってんのかな。そうじゃないですか。ほんまのほんまのことやから聞いといてな。こわ、その後どうやって会うんだろう。それからね、そのぐらい嫌いだから、そのぐらい好きになるみたいになったらいいけどね。そうですね。そんなわけないもんな。いや、ないです。ちょっと怖いよ。次会える、だってこれ。いや、会えないですよね。会えないよね。どうしてんだろう ね。その後知りたいですけどね。怖い。それメール待ってます。卵3個でスピーディー。ガーダニエンのマントフカニ玉、一口食べればパラダイス。ガーダニエンのマントフカニ玉、子供も大好き。オーデリシャス。ガーダニエンのマントフカニ玉。出川哲朗でした。カメラの北村の葛原です。どんなカメラも高く買い取ります。カメラの北村の大久保です。ただいまキャンペーン中です。出張査定で漏れなくクオカードをプレゼント。お電話は 0120-157-999。 157-999。 出張買取はカメラの北村。ベリーベスト法律事務所は現在、おじいさん、お父さん、ご兄弟をアスベストで亡くされた方を探しています。ご遺族には国から最大1300万円の救済の可能性があるので、0120-70-7000番、70-7000番にお電話を。第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー、3時です。時刻は3時になりました。ナイツの土屋信行です。花輪信行です。火曜パートナー、相席スタート山崎圭です。それではケイちゃんにお天気を伝えてもらいましょう。お願いします。はい、ではお伝えします。関東地方、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送屋上の温度計は 32.3 度を指しています。関東は広く日差しが届いていますが、一部で雨雲が湧いています。この後もおおむね晴れる見込みです。
ただ大気の状態が不安定で内陸や山沿いを中心に夕方頃から雲が多くなり、急な激しい雨や雷雨があるでしょう。空模様の変化にお気をつけください。17億の賞金は魅力的なので、アントニーと同期のダンスにもポーカーを覚えさせようかな。以上、天気予報でした。ダンスは同期なの？同期です、同期です。アントニーのね、うん、よな、なんか今日伝えたいことあるって聞いたら、あ、じゃあ地面師が面白かったと伝えてくださいって。そうでした。同期とか関係ない。街で会った素人の方みたいな。前代未聞なもんね、17億ってなんか17億って、ね、そんなポーカーの大会あるんだね。なんじゃそれって感じだよね。世界はすごいね。世界はすごいす、ね、日本で優勝してるのもすごくない？すごいですよね。そのだから東大京大の人たちに勝ってるってことでしょ。頭いいんだね。すごいですね。やっぱりなんかお金の力ってすごいよな。まあそうですね。この昨日もA マソが西丹クリニックの賞金が出るようになってめちゃめちゃみんなネタ作りで始めたって、何の賞金？鍋プロの、へえ、あ、そうなんだ。鍋プロのあの何、うん、だけでやってる賞レースに、はいはい、西丹クリニックの社長がすごいお金出すんだって、賞金、それですっごいみんなネタを今いやいや大事ですよ、精度が上がったって。だからそれ野菜ワンでみんな野菜のネタ頑張って作ったみたいなもんだよね。83万円そう、まあそうですよね。額が違うもんな、違う。そうですね、うん、怖いメール来てますけどね、うん、はい、焚き火好きさん、彼女とリゾートホテルに泊まった時、洗面所から部屋の鏡に映る彼女を見ていたら、ベッド脇に置いた私の財布からお金を抜いているのが見えて、恐怖を感じました。あら、見ちゃったんだ。怖いけど。そのね、ちょっとダメだよね。ちょっとダメだよ。ちょっとじゃない。そうですね、ダメですね。付き合ってるとはいえ。いや、まあだから、ダメですよ。これで訴状が分かったというか、彼女のね。結婚とかにならなくてよかった、まあ、そういうふうに考えることもできる、ね、本当だね。そう、当たり前みたいに、旅行行くほどのね、結構仲いいっていうかね、ちゃんとカップルでもそういうことあるんだ、なんかそういう騙されたっていう感じじゃない、ないよね、本当の彼女だもんね。しかもなんかその、片方がお風呂行ってる時でもなく、そう、部屋にいる時っていう犯行がなかなか、洗面所にいる時にね、いやすごいよね。これ何怖す？実怖。実怖。実際あった怖い話。いやいや、え？なんか、一貫性ないよね。そうですね。そのなんかチャートを見せてもらっていい？4つにこう分かれてて、こそうなんか、コアパクトとか、なんか、コアじゃ、あれはまだボキャブラに沿ってなんかやってたから。あると思ってたから、今日、ここに。ボードみたいな。ボードがあると思ってた。ボードがないとそれは分かんないよ。あ、そうなんですね、あれがやっぱ大事なんだ。そうそうそう、あれがある方がいいよね、やっぱり。もう覚えてないし。何コアだったか。でも人コアとか普通にみんなが言うやつだから。感想ですもん。これは人コアですねって、そんなんか実コア、実コアです、タモリさんみたいな顔して言われてる。何ですか実コアって。エロコアかな。エロありましたとか、彼女と旅行行ってるから、その時点で。いや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 、まあ大きく言うとエロコアかもしれませんね。かもしれません、うん、ラジオバーガーさん、数年前にものすごく圧迫感のある人とエレベーターで二人きりになりました。でかいってこと。何気なくその人の顔を確認してみると、TKO の木下さんでした。目的の階に到着するまで、とっても長く感じました。怖かっただろうな。怖かっただろうな。圧迫感のある。でかいからね。でかいんだよ、あの人。そうですね。怖いよ、近くで見たら。面白いんだもん、やっぱ顔が。そうですね。木下さん。これは、やっぱり、まあ人怖。これも人怖、人が怖い話。でしょうけど、木本さんの方が怖い、怖かっただろうな。やっぱなんかよく。ちょっと違う種類。ちょっと違う。でもエレベーター乗って、やっぱ圧迫感を感じるほどではないでしょ？やっぱその、会った時のデカーはやっぱ木下さん。まあまあそっか、木下さんだろうな。あるでしょ、それはね。怖かっただろうな。表がないとちょっとわからない。そうか。怖かっただろうなっていう感想。もう今日は間に合わないですね。まだまだメールお待ちしております。
The Radio Show! ZOO! ある時に、私が乗ってたイタリアの車を中古車屋に持ってったんですよ。9万円です。って言われて、もういいやと思って売ったんですよ。新保次郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。翌週、その店の前通りかかったら、110万円で売られてます。ちょっと待って。それではこちらのコーナーをお送りしましょう。ケイちゃんお願いします。山崎ケイ、男と女のあれこれプレミアム。こちらは言葉にできないモヤモヤすることについて考えていくコーナーです、うん、皆さんのお悩みに答えていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。ではラジオネーム柴犬子さんです。美容院でこの髪型にしたいんですと写真を見せた時に、お客様のお顔の形ですとこちらの方がお似合いだと思いますよと、ちょっと違う髪型を勧められることってありませんか。私としては似合わなくてもこの髪型にトライしたいという気持ちを却下された気もするし、自分の顔の形とか頭の形を分かってないと思われてるんじゃないかなとモヤモヤします。ナイスさん、ケイさんはこんな経験ありませんか。私これ写真とか持ってたこと一回もないですね。ない、うん、お任せみたいな感じになっちゃうし、まあ、でもまあお任せの時に言われることあるけどね、うん、あ、こういうのじゃ似合うと思いますよ。お任せって言ってる時点で、そのこっちがやりたいものは伝えてないから、うん、それはまたちょっと違うよね。そうだから、うん、ちょっとこっちがなんか自分の顔の形を勘違いしてるって思われてんじゃないかみたいなモヤモヤ。そうですね、うん、せめて寄り添ってほしいですけどね。これまんまにしちゃうとちょっとここの例えば鉢が張ってるんでちょっと同じ感じにはならないんで、ここをこうしてここまで近づけますけどね、みたいな風に言ってくれればいいですけどね。ちょっと近づけるようにはしてくれるみたいなね。うん、でもあんまり何にも言わないで、やって全然近かったら困るからじゃないですか。全くこんな髪質とかもあるから同じにはならないから絶対。そうだよね。まあでも恥ずかしいしね、言うのもね、まあその勇気を持ってね、汲み取ってほしいよね。それは絶対そうだな。なんとなくこういう風にしたいんだろうなって言ってほしいけど、まあなんか実際やっぱり美容師さんからすると頭の形とか、ね、そういうのによってできないやつもあるらしいからね。そうですよね。そう、まあね、これはまあプロに任せるという。そうですね、まあ、ちょっと言い方があれだけど、まあ、いろいろあるんでしょうね。プロにはプロの目線が ね、はい、続いてラジオネームとくちゃんさんです。私は主人と5歳の男児、そしてお姑さんと暮らしております。時々お姑さんが子供にと洋服を買ってきてくれます。スポーツメーカーの服が好きでかっこいいのですが、夏には暑い黒だったり汚れの目立つ白が多く、着せるタイミングに迷い、そうしている間にあまり着せてあげられないままサイズアウトしてしまいます。先日運動会にと洋服を買ってきてくれたのですが、上下ともやはり黒でした。保育園なので体操着がないため、競技中でも見つけやすいような明るめの色を選ぶようにしていました。せっかく買ってきてくれたので、やはりお姑さんが選んだ全身黒を着させるべきでしょうか。お子様を持つ皆様ならどうしますか。悩むところだね。そっか、どうするかな、ね、あのお母さんも悪気ないわけですからね。まあ少なくとも旦那に言ってもらいますね、私だったら。あ、そうですか、うん、自分で言うのはちょっとリスキーすぎる。ちょっと黒ばっかりになってきてるからねっていう時に、ちょっとお父さん、ちょっと言ってくれない、お母さんに言ってはなると思いますね、一旦。あとはその保育園で、あの白の方がいいってなんか言われたんですよねみたいなことを言ってもらうとかかな。まあね、まあね、申し訳、まあ、じゃあその理由じゃないですけど、なんか人からもらったなんか素敵な子供服あるんですけど、保育園ってなんかボタンがダメとかあるんですよね。なんか飲み子誤飲につながるから、パチってつける止めるやつじゃなきゃダメと か、意外とおしゃれなデザインのやつって保育園に着ていけないなんかひらひらがついてたりとかするんですよ。だから結局すっごい安い服ばっかり着てるっていうことにはなりがちなんですよね、なんか子供って。それはしょうがないね。しょうがないんですよね、
そうなんですよ。服ってあんまりこうね、うん、難しいよね。自分で着心地とかが ね、いろいろあるからさ。そうなのよ。まあ着ないでおけば向こうが気づくんじゃないの、着てないなって。思うのはないかな。どうですけど、どうですかね。気づいてくれないから、やっぱまた黒を、まあ、買ってくれたわけでしょ、だから。ね。まあ、旦那さんに言ってもらうがいいと思うけど、自分の親だったら全然言えるじゃないですか。私も自分の親が買ってくれる服とか言いますし、これ可愛いんだけど、保育園に着せていけないんだよね、とか、別に言えるじゃないですか。けどやっぱ、お姑さんとなるとね、やっぱ、ブチ切れ電話かかってくるかもしれないですね。さっきみたいに。あんたのことは世界中本当に本当のことだからね、つって。覚えておいてね、つって言われるかもしれないから。そうだね。そうなってほしくない。無理やり着せるのも変だしな。そうですね。まあでも、姑さんと遊ぶ、おばあちゃんと、例えば息子さんで遊びに行かせるときとかに着せてあげるとか、そういうのでいい気しますけどね。そうね。一旦その、嫁としてやるべきこととしては。そういう時に着れば。なるほどね。バランスですね。はい。はい。じゃあ本日はこちらで終了ですね。はい、本日の結論をまとめます。はい、髪型も服装もはしゃいだサングラス一つで目が散るのでおすすめです。だから息子さんにねサングラスかけさせちゃいましょうか。サングラスかけさせるの、ね。そしたらなんかね、あサングラスかっこいいねってなるから。そっちに目がいくか。うん、白でも黒でも。ね、いいですか。送っちゃえばいいんじゃないですか。番号じゃないサングラス。全部黒に見えるから。全部黒に見える。お母さんにかけさせる。かけさせるわけです。はい、こちらのコーナーではメールをお待ちしております。宛先は rs@1242.com 懸命に男と女と書いてください。たくさんのメールをお待ちしております。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか。なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は 0120-10-10-10 10-10-10、 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。たかし、車高く売れそうだぞ。他とは比べた？いや、面倒だろう。呆れた。買取店で18万8000円くらい差があるのに。父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の買取額が分かるサイト。あとは一番高いのを選ぶだけだよ。すぐに車たかしで検索。車たかし。果物は何がいいかな？それなら今は茨城の梨ですよ。え？みずみずしくてシャリシャリとした食感が魅力、爽やかな甘さ、冷やして食べると美味しいですよ。あなたは？茨城の梨、おすすめ。いいものいっぱい茨城。茨城 JA グループ茨城梨流通部会。はい、ここで中央事務所からクレジットカードキャッシングをご利用した経験のあるあなたへお知らせです。どんなお知らせですか？はい、まず過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。しかし、勘違いから多くの方々が手続きをしていません。どんな勘違いが？最近では、自分の過払い金が時効で消滅したと勘違いしている方が多いです。過払い金は、借り入れた日から10年経つと時効で消滅するんでしたっけ？いいえ、違いますよ。過払い金の時効は、返し終えた日から10年です。それは勘違いしてました。また実は、時効でも返金に応じるカード会社が何社かあるんです。当事務所では時効を迎えた100件以上の過払い金を取り戻しました。それは時効で諦めていた方も、もう一度確認した方がいいですね。このようにカードをご利用した経験のあるあなたには、現金が戻るかもしれません。さあ今すぐあなたも現金がいくら戻るか無料でご確認を。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。日本放送 The Radio Show。 メール、はい、出ますね、はい、怖いメール、はい、
じゃあ、あ、いいですか、こちらにいますか、はい、はい、サキイカおいしいさんです、うん、15年以上前の社会人になったばかりの頃、販売のお仕事をしていました。一人で店頭にいる時間帯に男性のお客様が近寄ってきて、人と握手することが趣味だと言いながら、いきなり片手を差し出してきました。怖かったのですが、あしらい方も知らない新人だったので、そのまま握手しました。普通に握手をした後は表情も変えず、何事もなかったかのようにどこかに消えていきました。握手した私の手に異常はなかったのですが、何をしたかったのか分からず、数日間とても怖かったです。怖い、うん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 、地味に怖いですね。怖いね、気持ち悪いですね、超気
urge is true.